ったこれ。あ、始まったな。はい、こんばんは。本日は2019年7月21日の夜の19時18分を回ったところです。ワイワイと申します。こんばんは。ちょっと音を上げましょうか。じゃあ、はい、あ、これぐらいでいいかな。もうちょっとちっちゃい方がいいかな。いや、今日はね、ちょっとあの久々に生放送の日しようかなということでね、雑談がてら、まあ、最近できてなかったですから、あ、そこの部分をね、みんなと喋られればなと。また、まあ、ちょっとしたお知らせみたいになってしまいますけど、本日は本日でね、あの、また私、ちょっと鬼畜なステージをですね、マリオメーカーでプレイしようということもあって、早い時間に開始してるわけですね。これが終わり次第、私また、できれば、まあ、本日中にクリアできることないでしょうけれども、何かしらの鬼畜なコースをプレイしたいなというふうに思って、生放送させていただきました。皆さん、こんばんは。春巻さん、こんばんは。剣士はね、別にどうという進捗はないですね。はい。やり直してもないし、やっぱ編集はできひんしっていうね、感じですかね。何にも手つけてない段階ですかね。前回から比べれば、まあ、やり直すってことは決めたんですけどね。剣士次第もやり直すというのは。1日かかるかな。今回はちょっとね、あの前回の1の1のコースを見ていただいたということで、本当に、たくさんのね、ご反響というか、いただいたことはね、本当ありがたいんですけどね。ちょっとごめんなさいね、非常にこううるさいですね。もう BGM が非常にうるさいの申し訳ないですけれども、めちゃめちゃ構ってくださいっていう感じに聞こえちゃうからね。もうちょっとちっちゃめの音にしてほしいですね、僕からすると。はい、耳はあなたのものではないので。はい、あ、そうですね、たまに本で最近ね、アスカキララではなく上原愛という、名前を毎日いつ送りつけてくるダイレクトメールの方もいらっしゃいますけどね。はい、ごめんなさい、それ詳しくないので、そっちの業界に関してはと申し訳ないんですけども。フィル・ジョーンズの続編もね、まだ撮ってないですけどね。まあまあ、本日からとか、今日はまたマリオメーカー撮ってっていう、で明日にあげられればなっていう。だから、まあ、今のうちに軽く生放送しといて、でまあ寝れるんやったら1時間ぐらい寝てっていう感じかな、休みの時ぐらいはまあいいんじゃないかな、そういうことしてもっていう、感じなんですけどね。宝くじ買ってないよ。てかもう宝くじを買ってないっていうか、もう本当にあれが多すぎませんか。あ、井口さんのお友達、あ、井口さんっていうか、あれ、あの人ね、はいはい、あのひげが多い人でしょ。はい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 、そうです、そうです、キングヌーのひげが多い人でしょ。はいはい、あの私もね、まあ、あの立場に立って何が嬉しいって、やっぱりね、私があの方からフォローされてたのはいつからかは分からないんですけど、私自身がそのキングヌーの井口さんという方をフォローしたのがちょうど1年前やったみたいなんですね。7月の十何日ぐらいに私がフォローを返して、それはリスナー様からお知らせというか、この人がフォローしてますよって言われて、残念ながらというか、私のね、あの勉強不足ながらキングヌーという名前を私知らなかった。で、あ、見に行ったら、あ、そうなんや、音楽されてる方なんやって言ってフォローを返しました。じゃあダイレクトメールが来ましたっていうようなやり取りが1年前に実はあったんですけど、まあ、私そのダイレクトメールって私返さないから、一回も誰にも、まあ基本的に返さないっていうルールがあるから、今でも返してないんですよね、だからずっとそれが心の中でどっかしこりが あるんですけど、今もまああるし、あったしやねんけど、それでもまあこうなんていうかな、私の動画をリツイートしてくれるってことに関しては本当にもう頭が上がらないですよね。あの立場に立って私を宣伝したって何のメリットもないのにそれをするという、その気持ちには本当に頭が上がらないですよね。何時までかな放送はね、まあ、決めてないんですけどね、なんでか知らないですけどね、僕は非常に頭がぼーっとしてるんですね今ね、いつものことと言われればいつものことなんですけど、1日だけダイレクトメール返す費用、いや無理やな、もう今のもうほ1日の段階で50以上は来んのよダイレクトメール。もうしょうもないもんから、
あのほんまに真剣なやつまで50ぐらい来んねん。でもうただから例えば最近あったやつとかやったらあの、ね、普通にネタを送ってくるんやったら、まあ、俺も見てなんか考えたりするやんか、返しはせんけど、けどブロックしましたよね私をみたいな人がいんねん。してへんねん絶対に。仕方も知らんしすることないやん、なんで返しもせんのに俺ブロック。そういう人って一人で物語を作っていってしまうから、俺は何も返してないけど、ダイレクトメールの中で今これを送れるようになった、 今ブロックを解除しましたね、はあそうですか、なるほどみたいな、そのなんかそういうのをずっと一人でやって、俺でも言い返せへんから、それをこうずっと見てるなんていうね、そんなんを返し出すともう多分あのえらいことになるというか、もう だいぶ返さなあかんなってまうから、一通じゃ終わらんなるから、だからあの返さないっていう、まあ、決めてるんですけどね、うん、まあそういうのは多いですよ。ダイレクトメールはほんまにめちゃめちゃ多いですよ。なんかわからないですけど結構いろんなやつが来ますね最近。ちょっとあのまあモリーさんっていう方がいらっしゃるんですけどね、モリーさんっていうか、まあ漢字でモリーって書いた名前の本当誰もフォローしてないようなあの偽アカウントみたいなやつが、あの前に言ったんですよ、私モリーさんって、なんかあれや、私なんとかさん、あなたの家の前にいるのね、私なんとかさん、今あなたの部屋の前にいるのとか、なんかあるやんそういうの。それと同じように、今モリーさん、今銀座でバーで飲んでるのとか、それ毎日それ送ってきたやつがいてんけど、最近モリーさんなめっちゃ奈良に近づいてきてんねん、めっちゃ怖ない？俺なそれにちょっとふと気づいてん最近、なんか辻褄は合うねん。なんか最初は東京におってん、東京から今度名古屋に行くねん、ほんで名古屋から岐阜とかあの辺り行って飛騨牛を食べてるのとか言ってあはははって笑ってんねんけど、最近そこから京都滋賀に来て、ほんで三重に来てって、めっちゃ奈良に近づいてきてんねん今。俺これどうなんねやろうと思って、だから数日後1週間後2週間後、このモリーさん今奈良ので鹿と戯れてるのが多分ワンクッション挟んでみたいな、いやこれどうなんねやろうと思って、これ楽しみですよね。モリーさん今あなたの家の前にいるの、 あるかもしれへんやろ、おいその時家の前にいるのって言って、まあ多分いい日と思うねんけど、うん、多分いい日っていうか、まあ分からへんと思うんだけど、誰も家を今日はね、そうですね、動画お休みで、動画お休みっていうか、まあ僕自身はね動画あの撮らなきゃならないんですけど、はい、明日の分をね、だけれども今日はあげられないというか、まあ本当はちょっとホラーゲームやろうかなと思ったんですけどね、怖くないうちにやったろうかなと思ったんですけど、楽しみではあるね、うん、ぶっちゃけ楽しみではある。俺はどすこいおにぎりくん、まあ、聞いたことあるな、どすこいおにぎりくんってあれやな、まあでももうほんと最近は闇営業に尽きるよね、話としては。ずっと俺もう昨日とかもう見たもん、ちゃんと2時間半ぐらいのあの会見見た、みんな闇営業問題。明日なんかすんねやろ、あの質疑応答みたいなすんねやろ、あれすごいなと思って。あれは闇営業して、わい闇営業してたって、ほんとうん、してたよ。もうワイワイの場合はそういうなんていうかな、いや反社会組織とかじゃないけどね、うん、相手がもう地球の人じゃないから、そもそもやっぱそういうところとのコネクションっていうのは俺は強いんじゃない。だから人類がこれからそれこそ宇宙に飛び立っていって、いろんな宇宙人って言われる人たちと対峙していかなきゃならないってなった時に初めて知るでしょうね、私が闇営業してたっていうことは。うーんとか言うのもやめて、うん、そう打っても打たへんでも同じようなこと打つよね、上げみたいな、スレッドの上げ下げみたいな、そうあんまり意味ないことですよね。枕営業もしたね、うん、枕営業もした、うん、枕営業はもうほんまに800から900はしたんちゃうかな、今までしたね、打ったね枕を、うん、そうでした。こう皆さんの思う枕営業はどういうことしたんけど、俺のやるのはほんまにすごい枕やからね、ものすごくこう包み込んでくれるようなっていうか、私の場合は寝るときに一番気にしてるのはこの首と頭のついてるとこやねん。首と頭ついてるとこがどれだけ密着してるかが俺めちゃめちゃ大事やねん。それを開発して打った、うん、これはだからね枕営業、うん、それも枕営業やからね、言うたらそれどういう本当言葉を皆さんはそういう風にね捉えるけれども、京アニのニュースな、京アニ俺もあんまアニメは見ひんけど、あれやろ、すごい内股でギター弾く女の子たちのアニメやろ、軽音っていう、
俺それはなんか聞いたことはあるよ。うん、また本当にむちゃむちゃ昔じゃないかな、私が大学生の時とかなんかなに流行ってたんじゃないかな、軽音とか。見たことがないからね、何とも言えないけど、でも俺がすごいなと思うのは、その京都京アニっていうところを知ってる人が意外と多いねんな。俺なんかはさ、その最近すごいなと思うのは、小説を書いた人まで覚えてないもん。やっぱり小説のタイトルは自分が見て、あ、これ面白かったなっていう本のタイトルは覚えてるけど、それを作った人まで覚えてない。でも例えばさ、PT やったらさ、小島さんが作ったみたいな、もうなんかその小島さんみたいな部分、最近そういう裏方で今まで声優さんとかさ、ダンサーとかさ、今まであんまり着目されてなかった裏方さん、裏に徹してた人たちが今やっと表に出てきているっていう、この感じなんかすごいなと思うよね。なんか今までは作り手に徹してた職人さんたちがどん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 こう表舞台に立って評価されているという、これはすごい流れなんじゃないかなって私は思うんですよね。あ、海外でも人気なんやな、ワイワイの裏方はっていうか、だからまあ裏方募集する？じゃあ俺全然そうな、できひんもん誰も、俺の場合。これいいことやと思うよ俺は。階段で19人っていうのがこう、あ、死んだってことやろ。あの放火した人もでも頭おかしいんやろ、ちょっとなんか、なんかもう隣の家の人に、お前俺は失うものはねえんだ、殺すぞとかって言ってたやろ。もうその横の人が、横の人ほんますごい大変よな。俺もし今横で殺すぞって言われたらどうしようマジで。精神的に錯乱状態の人が、俺どうしよう、もうだってそんな、もうだって防ぎようがないやん。もうあれなんか無敵の人って言われたりするやん、そういう界隈というネット界隈で無敵の人って言われる。あの子も防ぎようがない、こっちが殺すしかないけど、こっち殺したらこっち殺したら犯罪になるしな。あれは大変やわ。に比べたらよ、最近な、に比べたらやで、俺の階の上の人が引っ越して変わったやで。で変わって、その人な、俺下やで、俺横でもないねんで、下やで。下の俺に挨拶のお菓子持ってきて、上に引っ越してきたんですって、子供がバタバタするかもしれませんけど、ちょっとうるさいかもしれませんけど、すいません、これからよろしくお願いしますって俺それ持った時にさ、いやすいません、本当に申し訳ない、本当にそのあなたの子供のって言ってお菓子持ってきてるとか本当に申し訳ないけど、多分あなたが思ってるより私の方がうるさいですよって、俺はね言いたかったもん、ほんまは。もう本当に申し訳ないけど、多分そのあの人はね、下からこんな爆音が降り注ぐってことを多分想像してないから、俺はね申し訳なかったね、そのお菓子、いやこんなんいいのにいいのにって俺言うたもん。絶対俺の方がうるさい、子供なんかより。目に見えて分かってるやん、たまに窓開いてねえで、だって窓開いてて、なんだボケこの野郎とか言って言うてんねえから、画面に向かって。そりゃある意味もう俺は放火される側より放火する側でしょうよ、他から見れば。いや100人の子供の方がさ、うるさいよ、100人の子供よりワイワイの方がうるさいって、お前覚醒器みたいに言うやん俺よ、もうすごいよね。でも俺思ってる時たまにあんねん、俺の場合は俺をみんなが俺を傷つけるとするやんか、なんか殴る蹴るの暴行を加えたするやん、俺傷害罪じゃないと思うの、俺も器物破損やと思ってんねん、俺はもう器物破損、この音を鳴らす機械と捉えて、俺もう体を、だから飲み物飲むのももう全てのことが音を出すためのっていうエネルギーですっていう感じで、俺はここ最近ずっと生きてる。だから俺器物破損やねん、俺の体を壊されたら。うん、まあだから、うん、そうやな、もし私がすごいもうほんと絶世の美女に私が取られるってことがあれば、もう盗難ってことだね、誘拐じゃなくて盗難っていうことだよね。うん、人間じゃない、そう人間じゃないっていうか、まあまあそうやね、超越したっていうかな、そういった神羅万象を超越したっていう感じかな。ワイワイさん、友達何人いはんの？友達、うん、まあそう、うん、何人いるやろ。友達って言われたら難しい、どっから友達にするじゃん、そのスタートを決めようや。まあそれ以降は友達でええやん、もうどんなに仲良くても。でも喋ったら友達かちゃう？いや遊んだら友達？え、でも遊んでももう3ヶ月遊ばになったら友達じゃないとか、そこの部分ちゃう。でも俺スタートがよく話す人っていうの、友達って言われたら難しいよな。お手つなげたら絶対つなぎたくないんやけど俺。
そんな男の人と手でつなぐとか気持ち悪い、もう切った方がマシやわ俺。それ手悪いけど、俺言うわそれ、お手でつなごうって言われたら、切った方がマシやって言って俺切ろうかな。ほんで俺オロチドッポみたいに止血して持っていこうかな、やミーシャンとこに。そう、チャットとかでも、でも友達って言えるからな。でもまあそれで言い出したら、多分そこまでほんまに広げていいって言うんやったら、俺の実際友達はまあ4人ぐらいじゃん。多分そこまで広げていいんやったら、本当に友と呼べる人間って言ったらまあ3人ぐらいじゃん。減った1人は前田くんな。減った1人は前田くんな。おうおういやまあ嘘やけど、そのまあほんまでも数えるほどじゃん。5本の指とかで手でなんとか数えられるぐらいちゃうやと思うよ俺は。マンダム、マンダムもな、なんかどうしてんねやろな最近な。みんなのその最近が分からんけど、もう夏休み入ったんでしょ皆さん。みんなはどう思うか分からへんねんけど、俺ってやっぱり10代前半の子には受け入れられへんのかなっていう、みんなの最初の入り口を教えてほしいんですけどね。非常に私の話ばかりして申し訳ないというか、まあ申し訳ないというか、まあもうそれしかできないんですけど、私を初めて皆さんが知った時、初めて一番最初に私の動画を見た時から、あ、この人面白いと思って見出した方が多いのでしょうかっていう、俺ちょっと違うんじゃないかなと思ってんねんな。俺多分そうだから、10代前半とかやったら、ただただうるさいこいつって思って見ないと思う。教えてもらうやん、なんか友達が面白いねって教えてもらうやん。いや、もう面白いもクソも何も思んないですって言うて、はい、もう、はい、切りましたってしまいやと思うね。いや、でもその後に何かの拍子にまた2回目見る、で3回目見た時ぐらいに、あ、こいつのうるささに慣れたと、徐々に入っていくっていう、これタバコのやり方やねみんな、タバコのやり方だから。俺多分10代には認められへんられえへんねん。俺ってタバコのやり方やから、多分1回目はくっさ、なんなんこれみたいな、体に悪い、臭い、熱い、吸い方わからん、怒られる、もう こんなん10代で手出さへんやん。でもなんかの拍子にちょっと手出してみようかなと思って、好奇心がそうさせんねん。1回もやったらなかなか抜け出せへんっていう、いや普通に、あ、面白い、まあ一発目見て面白いっていう人もいるかもしれないけどね。いや、10代前半を反面教師として見てるっていう、ああ、なるほどな、反面、まあそうかな。俺はでもね、そんなに喋ってるかなと思うんだけどな、俺は。歩く反社会勢力まあだって反社会勢力っていう言い方したら、もうほとんどの人反社会勢力、 YouTuber なんかも反社会勢力の集まりやからな、言うたらもうほとんどがそういう風なところに属すとか、じゃあそういうのじゃないね、そういうのじゃない、もう本当に社会不適合者の集まりやから、言うたら喋ってるとあんま思わへんけどな。逆に喋らへんやつってなんやねんって思うんだけど、喋らへんやつはどうなってんだっていう、何してんだろうっていう思うよね、ゲームしながら。声がハマっちゃうんで、ああ、なるほど、そういうの、そんなあんまりあるよね、関西弁っていうのもね。関西弁の人もね、あんまり見ないんでね、標準語ちょっと入れていこうかなとかも思うんだけどな、しれっと。だから来年頃にはほんま今日ほんとプチ上げでいくけどよろしくとか言って、お花も放送始めてるかもしれんよ。どうもーって、今日ほんとバイブスガン上げでいくんで、みんな見てチャンネル登録してとか言って俺言ってるかもしれない。それが今目の前におったら殴ってるけど、殴ってるね。でもまあそういうなってるかもしれないよ。東京かぶれていこうかなと思って、東京かぶれていくっていうか、かぶったろうかなと思って、東京俺がなんかそう、かぶれるとかっていうのはいらんねん、なんかその皮膚じゃないんやから、東京にかぶれたかみたいな、意味わからへん、かぶれるとか、そう問題ないから別に、空気は変わらへんし、だから俺がかぶってんっていう、東京っていう標準語が変、そうかな、標準語のセンスがないっていうのがちょっとよくわからんねんな俺な。アイデンティティの8割、俺でも別にあれはないよ、あの大阪とかにこだわりないね、そもそも私は。まあ、関西やからどうっていうのはないけど、やっぱ関西弁っていうのはまあある程度ね、やっぱ好きというか馴染みがありますから。でも関西人からすれば標準語のネタを見てても面白いもんは面白いけど、標準語圏内の人は関西弁聞いて違和感を感じるっていう人やっぱいるでしょうからね。
これはちょっと損してますね。ちょっとアグロの曲を弾いて広告は、あ、そうやな、なんかマリオメーカーの動画にも広告つけろだあだあだ言う人いるけど、いや見にくいやろっていう話やねんな。広告つけて、それはな、俺が広告をこう、さ、では CM どうぞって言うてたら動画の中でええけど、ただ広告をつけても見にくいからね、見にくいものをあげたいとは思わへんからね。俺はピズオカだけどワイワイの話し方好き、あ、そうやな、俺も好きやで、お前のこと聞いて、俺も好きやで、お前と麦茶好きやで、俺お前と麦茶が一番好きこの世の中で安心して、お前と麦茶が一番好きやから、ほんまに。そのキモって言った、キモって言った高橋、お戦争と高橋は嫌い俺戦争と高橋は嫌い、同率主位俺とかで、それぐらいもうあれやから俺このさ、名前をこう言うのもあんま良くないやろな、一人一人のこうなんか触れていくのもあんまり良くないんでしょうけどね、本当は。でミルクティーは好きよ、ミルクティーも好き。最近はでもやっぱカフェオレにハマってるかな、ボス飲んでみたりね、ジョージア飲んでみたり、やっぱカフェオレって美味しいなって思うよね。やっぱなくなったからね、私の場合は。いやスパチャもな、俺はやっぱどうも好かんな、スパチャ。スパチャっていうか、スパチャっていうか、なんかスパチャ自体がどうかっていう話とはまたちょっとそれるけど、こうスパチャありきの放送っていうのはちょっとどうも好かんな、俺の場合はな。うん、なんかだから普通の愛人に自分が気持ちで応援するという気持ちでスパチャをファーってこう上げるのは全然それはもういいじゃないですか。それはもう好きに使えばいいんだから、自分のお金ぐらいは。やけれどもなんかこうスパチャを押してもらうための配信ってなるとちょっとなってしまいそうで嫌やな、俺はな。服屋は儲からへんよ。まあ儲からへんっていうか、まあ物というか場所にもよるんじゃないかな。でも結局服屋って世界中で見てよ、じゃあそれこそ皆さんが知ってるグッチとかアルマーニとかいろんなブランドあるじゃないですか。ああいうところの売り上げよりも、ユニクロの方が上やと思うよ。世界的に見たらユニクロの方が儲けてるからね。ってことはやっぱり、うん、どうなんだろうなっていう。そう、やっぱいっぱい人が入るところは儲かってるけど、そうじゃないところはもう全然儲からへんちゃう。いいものを売ったって儲からへんちゃうかな。あ、スパチャで100万稼ぐとかあるのか。そんなんいいやん。月に1回だけ、ほんだら俺生放送してスパチャで100万もらって、俺月にもう次まで働かんでいいやんじゃ。俺めっちゃええな。31日間あって30日何するで、それ100万もあったら。1日に何ぼ使えんの。100万もらえるって人1日に50万ぐらい使えるってことってことやんな。やったら俺もうほんま何するやろ。まあ家買うな、まず。上の階の人に申し訳ないからな。もうほんとバーって、ほんとね、俺が左手と右手を思いっきり横に広げても入りきらへんぐらいの家買いたいね俺。わかる？みんな今バーってリーチ伸ばしてみ、左手と見てグーって両サイドに伸ばして、これには収まりきらへんぐらいの俺家買いたいわ。やっぱ家買うんやったら、それぐらいの、もうほんとに広大な、だからなんかたまんぬから国立公園ぐらいの家建てたいな。それぐらい欲しいよ俺、言うたら。でそこにこうなんかイボイボみたいな、何ひし形のイボイボみたいな壁にこうペタ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 つけて、それをこうガーって張り巡らした家作りたいな。で軒先に絶対将棋の板置いといて、でちょっとなんか暴銀戦法の本とか読みながらこういややるっていう。そう、朝な、梅昆布茶と梅昆布茶持ってきてもうて、トメさんに。でトメさんって誰か知らんけど、まあトメさんっていうか召使いな、トメさん雇ってんねん。でそれでそうやって梅昆布茶そうやって飲みながら棒銀戦法の行って行って定石を学ぶっていう、そういう一日やな。俺の家 5LLDDKK です。すごいやんお前な。 あれかないわ、ごめん別に2つ真ん中なかって言おうと思ってんけど、真ん中でも2ついらんわと思ってやめたね。うん、あ、ワイワイっていう、そうやな、でもワイワイっていう名前ももう変えようかなと思ったことあったけどな。なんかワイワイっていう名前で俺調べるやんか、そのたまにツイッターとかでエゴサするじゃないですか。ワイワイって調べたら、ワイワイ楽しくとワイワイガヤガヤと
みんなでワイワイ話しましょうとか、ほんまそんなんめっちゃ多いねやんか。でもな、死後になればいいのにってもね、俺ワイワイっていう言葉が、ワイワイしようぜって言うやついる？もう興味いいひんて。それでもたまにいいね、本当のほほんとしたワイワイクランですからみたいな感じで使う人とか、もうめっちゃ引っかかんねん。むっちゃ引っかかると思う。なんか知らんけど荒野行動引っかかんねん。ワイワイって入ってへんのに、なんでか知らん。荒野行動、多分あれ荒野行動裏でタグに入れてんで、ワイワイって、ワイワイって調べたら出てくんねん。あれなんなんやろな。普段自炊はしないですよ、全然。本当にもうコンビニか、あとは王将とかかな、そういうやつかな。ワイワイ自己中すぎ、うん、自己中すぎる。多分俺はもうほんまにもう自己中やと思うよ。自己中っていうか、うん、そうやな、うん、なんか自己中、うん、自己中っていうかっていう感じやけどな。もう本当に意識はしてないから、本当俺自己中やでっていうやつってあんまり自己中じゃなかったりするかもしれんやん。俺アホやでって言ったやつはあんまアホじゃないみたいな。そういう、でもそういうのもう意識できひんぐらい自己中やと思う俺。あ、最近のマイブーム、ワイワイさんの最近のマイブームは、ワイワイさんの最近のマイブームなんでしょうね。なんかあるかな、最近のマイブーム。みんなあのマイブーム、なんやろう。なんかしらこう、なんやろマイブームって。でもネットショッピングでお気に入りに入れることぐらいちゃうかな、それぐらいしか。ペットボトルのキャップ集めてんの、すごいなお前。有事の際めっちゃ閉めれんな、ほんだお前なあ。ええやん。たまにこうあれいらんねん、ポカリスエットとアクエリアスあって蓋逆に閉めてしまってる時とか、俺もう最悪な気持ちになんねんな俺。ああいうのマイワイのマネージャーし、ああマネージャーしてくれる。じゃあ何をマネージメントしてくれんの、俺の何をマネージメントできんのそっから始めよう。じゃあ面接、もうそっから一体君に何ができるのっていうそう、俺に対して何ができる。だってマネージメントしてもらうことあるか俺、何もないって別に。何もだって、いやだからあれ、ま、逆に言うと俺自己中ってですから。私は動画を他の人に編集させることはもうできない。だからもう絶対に笑いのツボが狂うてしまうから、自分が面白いと思うものが出来上がらないで、あこ切られたとか、多分そういうのもう一番嫌やから、それはまずできないでしょ。でだからなんていうんですか、もう他のものに関してはもう何もそう手に負えないと思う。そうそう、で俺誰かが横にいたらもうできひんねん、これマジ無理こういうの。俺尊敬するもん。だから俺今イヤホンつけてるからこんな大きい声出して喋りますけど、イヤホンつけてない状況で大きい声で喋るやつとか俺引くもん、ちょっとほんまに。イベントとか出たらもううるさく喋るやついいんやんか、もうほんまに横、真横にいてだ人狼とかしててももうほんまうるさお前みたいな喋り方するやつと俺もう引くもん。なんでそんな声でかいのって思うもん俺、マイク入ってんのにって思うぐらい声でかい人もいんねん。でも俺はもうほんま声ちっちゃいから、マジでほんまに、なんていうの、もうなんて、帰り道にスズムシ泣いてるぐらいの音でしか喋らへんで俺ほんまに。いや俺ほんまに声ちっちゃいねんってマジで。順に悪口って、いやあの人は確かに声でかいな、あの人は確かに声でかい。だからもうほんま表も裏も関係ないで、あの人は変わらへんから、何にも変わらん、表裏がないと思う。だから全部裏みたいなもん、もう全部裏、いや活動中も活動外も全部裏やから、あの人の場合は。だからいいわけやろ。じゃあだから俺の場合は配信してるときはうるさいけど、配信しないときはうるさくないから私生活に紛れ込めんねん、こうふわーっと紛れ込めんねんけど、逆にそのオンのときに俺イヤホンをつけへんかったらオンにならんねん、心のスイッチが。わかる、その自分の耳栓でもう自分の声も聞こえへんようにしんと、こんな大きい声で喋れへんわけよ。ってことは乗ってこない、全然喋りが乗ってこない。だから耳栓したいん。たまにみんなと喋るときなんかこう、イベントが終わった時にこうなんかわけわからんけど握手してくださいとかサインしてくださいとか言う人いるけど、そういう人と喋る時もできればイヤホンつけてきたいね、できれば耳栓しときたいね、耳栓してた方が俺らしく振る舞えるからっていう。それができひんから俺、だから撮った時はものすごい静かやで、ほんまに。でも聞いたらわかるわ、もう全然俺めっちゃ静かやから、ほんまにめっちゃ静か。うん、いやでも大体そういう人多いで、
人狼とかしてたらだってやっぱ端から端まで俺に聞こえるように言うからさ、マイク入ってんのに。だからそういうのでこうすごいうるさい人7人ぐらいいたら、そうそう、いやだから耳栓しながら出たいねんけどな、ほんまはな。でもマスクもしてる、耳栓もしてる、もうやる気ないやん、ただのやる気ないやつですやんっていう。だからワイワイさんに偶然会うことできるの、まあ偶然会うっていうか、まあそれは言っちゃうとまあもう会ってるけどね、それは、いつも君の心のそばにいるからね、ワイワイは。ほんまに今のとかマジ笑わんといてな、ふんとか言うのほんまやめろだな。鼻で笑うぐらいならもう息すんだと思うから、それだけちょっと頼むね、そこだけ約束でお願いします。はい、それは笑ってはいけないな、事故なんで。はい、いやもうそれはでもあの本心で言ってるんで、もうこれがだから俺昨日の記者会見俺が座ってても俺同じこと言ってるから、それは、わいわいはいつも心のあのやつにいますからって俺は言うよ。どんな今どんな気持ちで色ですかってアッコにお任せに聞かれても俺はちゃんと答えてたけどね、俺やったら、パッションピンクですねって俺は言ったやろね、俺やったら。ワイワイの一日がどんなのか知りたいって、お前そんなお前いや変わらへんって別に皆さんと何も変わらないですよ、普通に。僕も僕エラ呼吸とかじゃないですよ皆さん、そう勘違いします、僕いや普通に生活しますよ、朝に起きますし普通に寝ますよ、夜にご飯も食べますし、うんこもしますし、それ別に普通の生活してますよ。急にそんななんかアメリカ日本間往復して一日を少しでも長くしようとかそんなしてないですよ、そういうのは全く。はい、でも普通、全然普通ですよ。皮膚、でもそうやな、皮膚呼吸というかやっぱ年いったらさ雨に弱くなってくるよな、体が。もうなんか最近それは感じる、雨に弱なったなって。俺雨好きだったんですよ昔から、でもねもう濡れてしまうから雨が、ほんだらね弾きが悪いっていうかな、体のなんかもう気持ち悪くなってくるな。なんか最近のジメジメしたあのあれが、独り言、独り言はさっきもしてたよ俺、独り言。さっき何で独り言してたかな、なんかで独り言してたよ俺ずっと。俺独り言してる時とかもうほんまコメンテーター以上に、真面目やで、めっちゃ真面目に、俺ジャーナリストに向いてると思う俺、めちゃめちゃ真面目。塗るにチョコ食べるの罪悪感すごい、なんで罪悪感すごいの、ええやん別に。罪悪感なんかないっていうか、チョコレート食べへんからな私は。私あんま基本的に食べ物食べないんでね、だから独り言録音しだしたらもうキリないと思う、マジで録音キリないで、ほんまにずっと喋ってるで俺で、喋り直すから途中でまた。わいわい子供嫌い、何言ってんねん、みんなファミリーやろここって、みんなファミリーやで、ファミリーやったらみんなは子供やねんで、俺が子供なんかもしかして、みんなが親で俺子供なん、そんな関係性のチャンネルあるちゃうやろ、普通そうやって、その場合は俺が親じゃないの、俺が親でみんなが子供じゃないの。川氾濫したとか言うのやめて、めっちゃ面白い話とか絶対できひんやん、そんなん言われた後に。まあできひんけど元から、ちゃうやろ、だからいや俺が子供は違うやん、だからみんなが子供で俺が親の番やねん、ずっとな、チンコロやけ、なんかあれやん、あれで言うたら俺ずっと親みたいなことなのよ、言うたら。そう、全員クビにできんねん、そう全員クビにできる、そう全部のもうほんま5社ずつも、もういっぱい5社ずつあるから俺も、大丈夫、株主やから5社ずつが全然大丈夫、養ってくれっていう。違う、下ネタじゃない、あるやん、あのああいうなんていうの、カイジのやつであるやん、そういうのが。チンチロや、そうチンチロやいやいいやん、方言っていうことでもうよしとせえよ、それはなんやねん、ほんまにお前ら重箱の隅をつつくようなことしやがって、パパに、よお前するか、そんなことお前、パパに自分のパパそんなことするせえへんてな。それはいいねん、ファミリーなんやから、そう俺を貶めても一緒なのね、方言ってことでいいじゃない、だから奈良の一部の方言なの、もうそれはチンチロな、はいはい、8割はチンチロや、それでいいですわ。じゃあ下ネタを言ったつもりはないんだけどね、私それそういう名前やと思ってたから、
もうそれいいじゃないですか。それはそれでもうごちゃごちゃ言うのやめなさいよパッパにね。みんなはでもあれでしょ、この記者会見とか見ててもあれでしょ。あ、何俺これ音入ってる、音入ってへんちゃう。あーもう出た、イヤホンが、イヤホンの接触不良最近起こしてんねんな。あーせっかく今報復窃盗の話待ってたのに。これかな。え、これ聞こえへんの？え、声は聞こえるやろ。声は聞こえるよ。よっしゃ。でも昨日の夜ほんま壮絶でしたでしょ。夜っていうか夕方ぐらいに、まあだから3時ぐらいから会見しちゃって2時間半ぐらいあったんですよね。だから5時半とか6時ぐらいにそれがニュースで、また7時ぐらいからニュースがやり出す、わーってニュースがもういろいろこう取り上げて取り上げて取り上げてってしたあたりで、またビートたけしさんがなんか発言する、昨日の収録やけど明石家さんまさんのラジオも流れるとかなって、最後の最後さ11時ぐらいやったかな、なんかツイッターで松本人志さんがなんかこれのままじゃ後輩芸人がかわいそうだ、松本動きますっていうツイートをしたんですよ。俺それをたまたまツイッターでそれを見てて、うわ動きますってなんかかっこいいなって、俺も言おうかなと思って、ワイワイ動きますみたいな、ワイワイ寝ますでもいいし、なんかとにかくなんか俺もそれしようかなと思ったぐらい、そういうのをさずっと見てるともう気になって、何動いてんねやろ今何してんねやろってずっと思ってまうやろ。俺ずっとその動向を伺っててん、何もしなかったけど別にずっとそれ見ててツイッターでなんか最新情報ないかな、最新情報ないかなって、でなかなか寝られへんかってずっとその間オセロも俺の近くで不思議そうに、ほんでそれしてたらお前いざ寝ようかと思ったんや俺、ほんでいざ寝ようと思って寝よう思ったら蚊飛び上がってや一匹、しかも結構でかいんやけど、あいつらって宙にもうた時点でもうほんまどこにいるか分からんなる壁だな、ややこしいの、カーって一発でこうパンってこう潰せたらいいねんけど、潰せへんかった時この俺の手の風圧でふわーんってどっか飛んでいくやろ、ほんでパッてもう物の見事に消えんのよ自分の視界から、ほらうわこれどこにいんねやどこにいんねやって、俺それさめちゃめちゃ探してこのまま寝たら俺絶対にやられるわって、俺カーストされるわと思って一生懸命探すねん、それをずっと見くちぎそうに見てねん猫が、うちのずっと不思議そうに見てて、ね、いやお前が探してくれた方が絶対お前の方が動体視力いいのにって俺思いながら、それが3時ぐらいよ午前3時ぐらいずっとそれカーと戦ってて、いい日ないい日なずっといい日なと、タンマの拍子にパッて見つけてまたふってこう捕まえねん、あ捕まえた手の中に入ったって思って死んだかなと思ってパッと開けたら生きててピョンと飛んでいくね、またふわーって飛んでいく、あーってなって上の方行ったら届かへんし、うわーってなって、それずっと見てんねんオセロ、ずっとそれ、ね、猫やけどずっと見てんねん、もうええわーと思って、俺もうええわーと思って寝よう、もうこのまんまと思ったらオセロが暴れだしてん急に、ほんでパッて見てオセロが倒しちょってん顔、なんか壁にペタってへばついてる顔、オセロがペタってへばつけて、もうほんまにな魚拓みたいになってたよ蚊が壁に魚拓みたいな蚊拓みたいなバーを押して、オセロそれでもやめへんねん、もう俺を苦しめたから1時間飼い主をだから自分の飼い主を苦しめたやつをボコボコに、もうそれでも止まらない、一生バン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 叩いてやがんねん、でもうありがとうオセロ、本当にオセロはありがとう、お前はできた子やなできた子やって言うて、かばって壁から取ってもまだ30分ぐらいパッ探しとんねん、横ここにいるんちゃうかずーっと探しとんねん、それで寝られへんの今度俺な、寝たん4時半とかや結局ずーっと寝られへん、なんか探しとるからもういい日のように、まあ殺したと思ってないんやろな、もう殺した気がないねん、動いてるやつを捉えたはずがどっか行ってるから、あいつの中ではいいやろ、そういうのがあったよ昨日は、全然関係ないけど闇営業とは、部屋に人吹きするスプレー、いやだからでも怖いない、猫飼ってるからスプレーとかだからあんま殺虫剤とか置きたくないやん、できればだから、じゃあれ俺全然違うこと聞くけど、タンスにゴンって何の意味あんの、あれ意味あんのけ、あれもあんまよく分かってないね、ないと思うんだけど別に、俺入れてるけど半年に1回交換するためだけに入れてる気がすんねん俺、あれ
俺な、あんな、なんかそういう心の変化効果やと思うね、あれ。なんか楽し、なんかやってくれてるわっていう。ダニよけなん、あれ。あ、そうなん？入れてんねん。そう、入れてんねんけど。いや、半年に1回だけ変えるっていう。なんか赤くなったら交換時ですみたいなのあるやん。なんかどん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 赤くなる。それにだけ売ってるんちゃうかなと思ってんねん。いや、俺の深読みで言うと。実際はな、あれになんか効能があると思ってんみんな。それこそダニを避けてるだ、防虫対策でもあり湿気対策でもあるとか思ってるやん。ちゃうねん。実際はあれは赤くなるっていう神を買ってんねん、俺の中では。あれが半年後に赤く なるってだけ。だからそれを俺はこう、そう、終わりっていう字が、終わりっていう字を見るだけの神やねん。それを俺半年に1回ずつ交換してんねんと思う、俺。いや、こんばんは、山田孝之さん。こんばんは。山田孝之さんっていう俺のボケもあんまり伝わってないかもしれんけど、俺の中ではお前一晩寝かしたカレーみたいなもんやねん、あれ。俺はその夜中の12時とかぐらいに、そのキングヌーの井口さんが俺の動画をなんかまるで宣伝するかのようなツイートされた時に、俺はもうその時起きてて、まさにリアルタイムでそれを見てて、ほんで今から俺飯食いに行こう思って、王将に飯食いに行こうと思って思ってたとこやって。でもそれを見て、いや返したいなって流行る気持ちを抑え、いや一回飲み込もう、このまま普通にありがとうございましたって返して、何にも思んない、一回飲み込もうと思って、ほんでまあ車でまさにキングヌーの曲を、いつも気持ちはノリノリや、俺の中で気持ちはノリノリでキングヌーの曲を聴きながら、結局は餃子の王将を飲み込んでな、餃子を飲み込んだわけで、それで飲み込んで、よし、じゃあなんか明日返そうってこと、寝て、で一晩寝かして出てきた、いろんなこうインスタグラムの写真を見たり、いろんなこう情報を得て出した珠玉のフレーズが山田孝之やね、あれ。それをね、やっぱりね、皆さんも知っていただきたいね。あれ普通にそれをもうね返してもおもんないなと思って、なんかダメだなって思う、ね、私は。勇者ヨシヒコ知ってるよ、それは知ってる。山田孝之さん好きやもん、俺もう。そもそもあの人はだから、その闇金牛島くんもそうやし、凶悪やったっけな、なんかそういう映画とかもあの人が出てるからっていうので見たりしたことはいっぱいあるもん。あ、俺早口かな、え、俺早口かな、やったら直すわ。ちょっとゆっくり喋ればいいですか。じゃあでも僕が喋りたい言葉をゆっくり喋っていくと、ただ時間かかるだけですよ。それでもよければ聞きやすいぐらいのスピードで喋りますけど、これぐらいやったら普通、これは遅い、これでも早いかな、これぐらいがちょうどいいっていうぐらいのスピードなのかな、普通、これで普通なんだ、へー面白いね。遅いの、遅い、どれぐらいが早いかが分からへんもん、そんなん言われても。それはどんなん言われても分からへんわ、それぐらいは。そんなん言われてもいや、これは早いよ、こんなんは早い、そりゃ。でも、あ、だから普通に喋ってるときは別にいいのかな、それで。普通に喋ってるときはってな、ここはどうなんの、じゃあ普通に喋ってるときはってなるやん、俺の場合。ちょっとクリンとペンねひっくり返したみたいになるやん、俺の喋り方って。それはあかんの、それは早いの、ややこしいの、早いとか遅いとかだの、遅いだの、テンションが上がると早いのな。なるほどね。いや、テンションが上がった時だけゆっくり喋ればいいんか、俺が。で、テンションが上がってない時は早く喋ればテンション上がってるように聞こえるってことや、逆に。滑舌が悪いんじゃないか。いや、これを、でもこの喋り方を標準語にしたら実は聞きやすい説ない？いかに早くても、それこそこの数日間に DJ 社長やけ、まあ、動画は見たことないけど、そのなんかとか地球っていう、地球を売りにしてる人たちいるじゃないですか。あの人たちがなんか活動を停止してたのかな、してたけど、それが復活しますっていうようなやつが、ちょうどそのツイッターで俺が調べてる時になんか話題になってて、で、あ、この人たちが今その話題の人たちなんだって思って、その人たちのやつ見てたら、すっげー動画早口やったんよ。もんのすごレペゼン、うん、もんのすごこう早口、もうむちゃくちゃ早口やけど、
なんとかやけんっていうね、あのそのそのなんとかやけんね、何々やけんだから何々やんとかやけんねっていう、途中でそうやって言う、その方言は聞き取りやすかったのよ結局。ってことは俺は方言でも、まあだからちょっとそういう聞き取りやすい方言で早口で喋れば聞きやすいんじゃないかと俺はちょっと思ってんけどな。ちょいで、あの人字幕ついてるってやばない？ほんま金もらってもやりたないわ、俺の動画に字幕つけるの。なんかあ、メンタリストの大吾はめっちゃ早口やな。そういうところ見抜けよなお前、人の心を見抜く前にまず自分の早口見抜けよな。俺はそう思うねんけどな。あの人なんかほんまにためになるというか、学会で発表されたこととか言ってくる、ああそうなんやって思うことめっちゃあんねんけど、実際とこはね、なかなか面白いね、メンタリスト。俺でもメンタリストとかやったらさ、ああいう会見とか見てたら、あ、これは嘘やな、これはほんまやなって見抜けるんじゃないかと思うね。だからああいう指揮者の意見を聞いてみたらいいと思うね。大悟さん、あれは本当だと思いますかみたいな、いや僕はあの口角の歪み方は嘘だと思いますみたいなことでもいいと思うんだけどな。あ、わざと早口な、なんなんわざと早口って。早口にすることでちゃんと聞かせようとしてんの、それやわ。じゃあ俺、いやね、あー、そこの部分知ってた大悟。ああ、そうやるやん、じゃあ言うといていや 言うといて、やるやんそれは。ほーん、調べてったんやそれ。じゃあそのとこのな、学会のあれやろ。うん、そうやな、はいはいはい。じゃあそうやねん、俺もほんまそうやねん、何て言ったやろ、もう一回見ようっていうな。そうそう、それそれそれで、もうほんま一月にもうすごい稼いでる、 3億4億稼いでるから俺は。うん、本当に行くやついても別に何にも何の影響力もないって俺なんかは。そりゃな、もうだから YouTuber っていうかネットって、でも俺ありがたいなって昨日思ったのは、あれテレビ局で放送されている会見を見たら絶対にちゃんとしたところカットされてるなって俺思ったもん。ああいう風なネットっていうのすごいなって、みんなが本当にいろんな情報を得られるのすごいなって思うけど、もう本当何でもかんでも言うじゃないネットって、もうああだこうだこうだああだみたいな。あれはね、やっぱりもう慣れてるでしょみんな。あんまりそんなこといちいち気にしないでしょ。私ぐらいですよそんな気にすんの。自分の癖なんかあるかな。風水師って年に6億も稼ぐの風水で。ああそう、でも風水で一番稼いでるのは風水師なんやな。じゃあなっていうことになるな、多分そういうことになると思うわ。だから風水を教えることによって、風水を教えられた人が伸びやるんじゃなくて、だから風水が好きな人は風水師になろうってことか、結局は。そこに行き着く期間か。まあ今日選挙開票速報やねんて。何時から、何時から選挙開票速報な、あのバラの花束パッパつけるやつやろ、壁にピタピタってつけていくやつ。そのすごいらしいな、昨日も総理大臣がなんかあれやろ、どっかで喋ったみたいな。すごいね、奈良に来ることなんかまずないもんね。あ、フィル・ジョーンズに入れた人いんのかな。そういや、そういえばやわ、フィル・ジョーンズに入れましたっていうツイッターしてた人いたけど僕フィル・ジョーンズに1票入れましたねお前さ、開票する人見てどう思うやろな何これって思うやろな。最近フィル・ジョーンズ派多いで。サッカーやってたらフィル・ジョーンズ見つけましたって人結構多い最近。なんか何人かの人がウイレしてたらフィル・ジョーンズ見つけましたみたいな、いるらしいね。ディフェンダーでフィル・ジョーンズっていう人が、やっぱだからサッカーでもゴールを守るし、地球をも平和を守るしっていうことね。やっぱ守んねんそれは。うん、でもちょっとチャンスがあればやっぱりそれはね、セットプレーではもう入れていくよっていう、横腹パッパッパしていくよっていうことだよね。ワイワイが政治家になったら、ワイワイが政治家になったらっていうか、もうもし仮にめちゃめちゃなれるほどの能力を持ってても、なる前に潰すやつがいるやろうな世の中には。俺はそう思うよ、うん、絶対に俺なんかを鳴らしても何の得もないから、絶対に潰すと思う。俺やったら潰すもん俺を。ワイワイも気に入ってる、何を、フィル・ジョーンズ。うん、好きよ。基本的に私が好きやなと思うシリーズって伸びないですからね。
伸びないシリーズ好きですから、私はあんまり人に見られないシリーズ好きですから。でもあのマリオメーカーを11回目にやった時、だから10回目のムノタンのコースがありがたかったな。やっぱあの一生懸命作ってくれたコースを一生懸命クリアするという一面と、でさらには自分の好きな喋るということがこう2つがあるから、やっぱ喋るだけじゃ飽きてきてしまうというか、パスタでもミートソーススパゲッティばっか食ってたら飽きるじゃないですか。美味しくてもたまに食いに来るけど、だけどそのなんかもう一個アクセントがあれば、いいのかななんて思って11回目にちょっとぶっ飛んだやつやりましたけど、今日の夜やるのも一応今度はもうとても難しいっていう、難易度のクリアしてない順っていう順番で選べるんですよ。そのクリアしてない順1位のやつを俺クリアするっていうのがもう最終目標にしてんの。マリオメーカー2の最終目標がそこなんですよ。そのクリアしてないやつ、そこに行くまでの過程で多分なんかこう3回ぐらいかな、ちょっと変わり種のめちゃめちゃクリアしてられてないやつをクリアしていこうかなと。ワイワイの実況は副業に入るの？そうやな、副業に入るんかな。入る、まあ業と言えば業やろうな、でも確かにとは思うけどね。まあこの間オカシュンと遊んだ時の話、オカシュンと遊んだ時の話というか、まあナルさんもいたんですけどね。別にそのオカシュンと遊んだっていうよりはナルさんと3人で遊んだっていうことですか。遊んだっていう、まあ遊んだかな、うん、まあたんまに会うんですよ彼らとは。で時間はして会うんやったら会おうやっていう、でまあ回せるんやったら回そうやって、でもまあ回すこともないかな、一応カメラだけ持っていって回せるんやったら回そうやみたいな、そんな感じですから。あの写真はわざと逆にしたんじゃなくて、iPhone が最近壊れてて、画面を縦に向けても横になってるとか、横に向けても縦になるとか、なんかそういうロックしてないのにそういうことがあるから、なんか写真自体がまっすぐ撮ってんのになんか逆になったよね。でアタピオカミルクティーは飲んでない。何天気の皇帝、あああれか、映画か、うん、いや天気の皇帝いうのはいないからね、それは見ないっていうか見れないかな、どっちかっていうと。うん、なんかまあ強いてジブリで見たいって言うたら何やろな、ジブリで見たい、やっぱり耳を澄ませばちゃう、うん、俺は耳を澄ませばは見たいよ。やっぱほんまにもう傾斜45度ぐらいの坂を一生懸命うわって、もうなんやったらそのなんていうの、弱虫ペダルみたいに、弱虫ペダルで最後ラリー練りながら走ってたやつみたいに、こうもうハンドルよりも前に胸がグーってきながらギュッギュッギュッって、そこまでして坂登るぐらいなら降りようよっていう。でもあれなんか青春の汗のなんていうの、汗の風が心をこうファーって襲うやん、あれがええやん。やっぱなんかその好きってちゃんと言わへん感じがええやん、俺はもうそう思うよね。能天気な子って能天気な子やな、そうやな。俺もうあれが最高に好きやね。俺最近さなんかドラゴンアッシュのなんかの人がなんかそれこそ薬物かなんか大麻かなんか分からんけど、それで捕まったみたいなニュースもあったじゃないですか。でたまたまそのニュースを見てドラゴンアッシュの曲聴いてみたんよ昔の。俺さもうほんまな、あの時その中学校3年生のあの時をもう思い出したもん俺、ドラゴンアッシュの曲聴きながら。俺の中で一番好きなのがケンケンっていうの、ケムケムケンケムケンケンっていうかな、それの曲を聴いてもほあ懐かしいなって思って、もうその頃なんか俺何してたやろうなって思って、いや当時そのドラゴンアッシュの曲を MD っていうね四角いやつに入れて聴いてたんですよ、その俺の友達がね。でその俺の友達はほんまにもうおばあちゃんの財布からお金取るようなまあ非行に走ってた時期なんですよ、中学校3年生っていうのは。でそういった子がなんか離れみたいなところにもう生活させられてて、でなんか家の敷地が 広くてね、離れのところで一緒に俺泊まりに行くわって、ゲーム出身泊まりに行くわって言った時があって、俺でもさ別に家厳しくはないけどそんな徹夜とかもするタイプじゃないし、そんなはなんていうの、そんな夜な夜な行動するやつじゃないから、そいつの家に行ってそのガンダムのゲームをしてる時にもうすごいなんていうんだよ、俺はいつもしてないことをしてるっていう
感じがめっちゃしたんや。俺もうものすごい懐かしい、その時がなんか初めての徹夜じゃないけど、ここで寝んのはもったいない、1日いつもゲームなんて2時間しかしたらあかんって言われてんのにみたいな、そういうなんかこれをずっとやれるんや、友達と喋ってずっとやれるんやって思って、俺夜ずっと寝らんで一人でガンダムしてたんや。そいつは寝よってんけど、その時に流れてたのがドラゴンアッシュやってん。そのドラゴンアッシュを俺もう今最近聞いた時に思い出した時、もう心が現れたもんね。ほんまうわ青春やーって、青春やー思ったもん俺その時。これ面白い話じゃない、面白い話っていうか、逆に31のおじさんが喋ってると考えれば面白いけれども、俺はもうその時うわー心が現れたわー思って、最近はそう思ったことあったよね。もうこんな気持ちが軽くなるあの時を思い出せるんだなーって思ってね、まあ別にだからって何もしないんですけどね。はい。夏休み毎日彼女とデートしてた？ええやん。毎日彼女とな、デートして。ええやん。そういうこと、手とか繋ぐんやろ？もう暑いのに、なあ。手とかバー繋いでもうベトベトや。手呼んだら、もう手ベトベトなって、ほんでジーパンでバーって手こすってから、ほんでまたこう手繋いで手こすってから、なあトイレ行って、もう手も洗わんとそれ持ってきて手繋いで、うわあ、ええやん。なあ。ええー、わー。あれやろ、なんかの表紙にちょっと、じゃあ私あのアイスクリームのな、あのな、ソフトクリームのな、あのなやつな食べたいねんって言うて、いや俺もな食べたいねんな行こやって言うて、でなんかソフトクリームな、そのなんか右側は黒で左側は白みたいなやつが、ベロ舐めて、はい食べてみて、ベロ舐めて、うわーもう菌とかもうすごい繁殖してんねやそこに、うわええやん、うっちゃええやんなあ。いやそれもう俺黒の方好きやねんのに、黒のやつなんだよかってやとか言うてな、ええやん、なんか下のサクッてしてるとここうた食べいる、サクッてしてるとこいる、いやサクッてしてるとこ食べたい私とか言う話してんねやろ、ええやんなあ。もうなんかポッキーとかを半分逆から食うんじゃなくて、お前なんか塩まんじゅうかなんか塩大福かなんかお前が食えよ、ほんとそっちの方が効率いいやろ、もうポッキー、端からじゃがりこ、じゃがりこみたいに食うよりも、塩大福バンガバク食うても、口食うてまうぐらい、上一気にガーッ、いってまえもん、ほんだ。いってまえもん。豆とかにせえもん、ほんだ。豆や、豆。なんかその、大豆とか、大豆、端と端で、ドクターマリオできるかって言うて、こう、できるかな、できひんかなって言うて、したらええやん、もう。それせえ、もう。な、ええー、な、夏休み。みんなの夏休み幸せやね、ほんだら。いくら足りひんね、口やってもほんだよ。もう歯とか言ってまんちゃう、じゃあトウモロコシとかやった場合な、歯とかもボーってどもう刺し歯とかやったやん、刺したったやん、もうほんだ刺し歯、自分がもう刺し歯のとこ、俺これここな、俺ここ刺し歯やねんって言って、じゃあ私にも刺してほしいとか言って、かいこしいや、じゃあ第二ボタンとかなんで2かも分からへんやつ変えるんじゃなくて、もう歯刺しっこしたやん、刺しっこ歯あ、俺それで商売できるかもしれんな。ちゃんとした歯科衛生士雇って、でその刺しっこっていうことで、刺しっこが流行っています今みたいな、日本中で大ブーム刺しっこって言って、刺し歯をなんか刺し歯の形をプーさんとかにしてプーだから、ネイルアートみたいな感じで、そのもうすでに黄色のなんかもうプーさんの顔みたいな感じになってんだから、なんか四角やからスポンジボブでいいんちゃう、だから前歯2つスポンジボブでいいやん、そスポンジボブみたいな感じのもうデコレーションしてるやつを刺すのが流行ってんで、もうって言うねん、でそれをあの交換していったら互いにできますよっていうワンタッチ式で、うん、それいいと思う俺と。で俺昔からずっと思ってたのは、ルパンいるじゃないですか、ルパンって奥歯にボタンあるん知ってます？ルパンって何のか知らん、どういう風にか知らんけど、一番奥の歯のそのくぼみにボタンをつけとんのあいつで、その何かの拍子にカッてこうスイッチを押すと、その何かしらのなんかできる、例えばパラシュートが開くとか、なんかウイングみたいなのが出るとか、なんかこうバーンって爆発するとか、そういうなんかそういうのがあんのよ、だいたい出てくるのその描写が。それを俺はすごい憧れてて、そのなんかスイッチ化っていう、こう歯スイッチ化っていう、これいいなと思って俺。これそうそう009みたいな、そう秘密兵器みたいな感じで、これ俺したいなと思って、
俺秘密兵器とか009っていうことで言うと、俺はもう一つだけはっきり 言わせてもらうと、コナン君って言えるやんか。コナン君は犯罪者やからな、どう考えても。俺からしたらもうコナン、俺はいつも思うね、あのコナン君見てて。なんかコナン君ってやれ人の首に針刺すわな、スケボーをまず行動で乗るやろな、このカンバーン蹴って人にバーン当ててバッシーもう首飛んでいくぐらいにバーンって、もうあれもうほんま完全にアウトやで、もう全部、もう全部アウト。あれはもうお前毛利のおっさんの首筋なんかもうすごいことになってると思う。でもイカれてんちゃう、もう多分あこうブラックマヨネーズよりももうボコボコやで多分。あれすごいよ、グランドキャニオンみたいになってるわ多分。首のとこも刺され続けて、そうや、紙一重というか、もういやもうアウトやから。紙人のお前、人のそんなお前うなじのとこに針くさあさ刺すんやから、しかもものすごい寝ろって、そうやろ。それがどうかと思う、そこまでの能力があるんやったらもう早う大きしてあげろ、そう思わへん。もうだから足だけでも大きしたい。でももう僕実は工藤新一ですって言って足だけさ、あのたまになんか上海雑技団とかさ乗る竹馬みたいなやつ履いてだから股下で言うと股下2メートルぐらいになるけど、まあいいやんそれは。もうちっちゃい、もうあのだって背丈から考えたら多分蘭姉ちゃんの膝ぐらいまでしかないんやから、もうその時点ですごいミニチュア具合やんか言うたら。だからもうほんま小学校何年生とかのレベルでしょ。それを蘭姉ちゃんぐらいまで生かすってことはもう蘭姉ちゃんの体分ぐらいの足がいるんだから、だからそれでぐわーってほんまもうすっごい足長くしたいねな。んだらもうなんていうかな、大人になりました、工藤ですって、僕新一ですって言うと、蘭姉ちゃんの角もやばい。蘭姉ちゃん角あんの？なんや蘭姉ちゃんの角って。おい、それ知らんわ。最近コナンすごく女に流行ってて謎。流行ってんの今は。え、コナンって流行ってんの？コナンってでも視聴率めちゃめちゃいいんやろ。俺、そのアニメ悔しいって、いや詳しくはないよ。そのあのさ、なんか生まれ変わったスライムになってしもうたんやけどの件とかなんかあるやん、そういうとか、なんかなんとかの超電磁法とか、なんか 1億年と2000年前からのやつのやつとか、なんかそとあるなんとかの禁断白書みたいな、なんか分からんけど、ああいう系のなんていうのかな、本当にアニメ好きの人がやったらちょっとぐらいは知ってるやろっていうのはもう俺全然知らんねん、ほんまに全然知らん。俺のちっちゃい頃にやってたあのアニメと、もうほんま喧嘩とかそういうクローズとかね、ワーストとかそういうやつとぐらいしか知らん。だからジャンプ系っていうかな、もうほんま王道を一部だけ知ってるっていう。でもあれも俺よく分かってないけど、生まれ変わったスライムだった剣だった剣スライムだった剣っていうやつはどうなったん、そのはどう解説に導くの。結局生まれ変わったらスライムでしたってことやろ、アリアハンの前にいるスライムでしたってことやろ、生まれ変わったらってことじゃないの。その時にどう物語がいくのかっていうのは確かに俺気になるわ。殺されてしまいやんかも、そんなん。それともあれか、一生懸命俺らみたいなスライムみたいなちっちゃいもんやと、俺らはほんま大したもんがない、ベスにも負けるかもしれんと、やけれども俺らたちがみんな寄ってたかって集まったらキングスライムにもなれるんだって言って、行くぞーってうわーってアリアハン攻めんのか、あれ行けーうわーってうわーうわーってやられていくねん。うわースライム、あっちのスライム A もスライム B がやられた、くそーって言って、行けー言うて、ピョン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 って言って、うわーでも世界各地からスライムが、今ただ今まさに世界各地からスライムたちがアリアハンへとか言って、上空からこう天下一武道館みたいな上空からヘリコプター回して、今まさにスライムが襲いかかっておりますとか言うのこう、うわーってスライムが最後で、もう最後アリアハンの城時代にスライムがビタ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 張り付くね、もう絶対逃がさない、人間には絶対に負けないんだ、城にバーってついた瞬間、その形がアリアハンのあの城の形全てがキングスライムの形になる、バーン出来上がる。それがもうことの発端。そうもうそうなったらもうさ、ロトってなんやねん、まずお前ロト6かみたいな、そんな名前の騎士なんかもうええねん、どうでもええ、パパスもう数いらんし、だからその部分のことに関してはもう何もね、もうアリアハンのアコでもパアリアハンの悲劇っていう、それをもう語らせん。でそのあすごいんだ、一致団結することって強いんだな、いくら人間でも勝てないんだ、こういう物語やと俺は思ってるね。うん、1億当てて魔王を倒すんか
ボケ。うん。ちょっと。何ロトってこと？あ、そういうことだ。ごめん。ちょっとそこに行き着くまでのプロセスが だいぶ難航した。俺の中では。あ、こんにちは、反射。あ、こんにちは。みんなで映画とかそうやな、みたいな。なんかみんなで映画とか見るっていうような。あればいいな、画面で映してこの映画だけは見ていいよみたいな。そんなスパイダーマンとかさ見られへんけどみたいな。一部のほんまにごく一部のやつだったらいいよ。なんか無料でゲーム配布するような感覚で1週間だけ見ていいよみたいな。それでハリーポッターの 1,2,3 見て4話でも劇場で見ようねみたいな。 それは面白いよな。じゃあ見に行こうぜみたいな宣伝にもなるしな。あ、俺サマーウォーズ見たことないね。今まで一回も見たことない。あ、巨人やってんの今。巨人強いよな。最近強いよな巨人。劇場版劇いやでも俺行かへんからな。そもそもファンコメとかブロックするからダイレクトメール閉めた方がいい。何ファンコメとかブロックするって。あ、なんか他の人がブロックするってこと。俺もうそれも分からへんねんけど。だからその最初に言うたけどさ、なんか俺に送れへんような現象になるっていうことが、これ一人じゃなくてなんかの表紙に送れへんなんねんって。なんかちょっとだけあれツイッターってさ URL を変えたり文字を変えたりするので送ったりすると送れへんなったりすんねんってな。なんか投稿が止められたりすんねんってな。自分の投稿できへんようになるみたいな。なんかあたかも俺がブロックしたかのようにその人たちは言うねん。そういう人がいんねんよ別に一人じゃなく。なんかブロックするぐらいならダイレクトメール閉じろみたいな言う人いんねんけど、いやしてないねん俺は。してないねんけど、その逆に言うとブロックのシステムを知らんから、その人はだから多分俺にブロックしたって言うんやろけど、俺それには確かに言い返したいなと思うねん。でもダイレクトメール一回返してもキリないからやっぱ返せずにはいいんだけどな。俺の場合はホラー映画はねダメじゃないね。俺の場合はワイワイさんの場合はホラーゲームは怖くないとおっしゃってましたね。はい。でダイレクトメールは全て目を通してはいるよ一応。なんかさ、ただなんていうのかな、一単語一単語送ってくるような短さで送られた場合はもう見る気失せるときはある。だからまとめて何か伝えたいことがある場合って大体何か長いのよ。正直何かこう伝えたいことがあるから過去から遡って話してくれたりすんのよ。ニコニコ動画の時から見てました、そんなんは見るよもちろん。それ全部目を通すよ一生懸命書いてくれたんやけど、じゃなくて何かこう LINE のしかももうスタンプみたいな感じでこう今日さ何々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 ってこう一個一個送られてきたらもう見る気うせりゃいちいち遡ってスクロールするのがもうめんどくさいから、そういうのは見なかったりする。うん、紹介してっていうか紹介するやつは紹介。あ、セプテンバー1999もさディセンバー2000が出んねよな確かな。うん、それは俺も待ってると、あとあれ待ってる、ハイリクス2で、あとはね鹿がなんか動き回るゲームとか結構おすすめいただいてるんですけどまだ出てないんですよね。だからそういうやつはインディーズゲームはもう出たらすぐやるでしょうね。私の場合は1日にはもうほんま何十って来る、まあ50は最低でも来る。ダイレクトメールで言うとね、数で言うと50は来るでしょうね。50人ね。だから1人がもっと帰ったらもうもっと来るんじゃない。だからもう定例になってる人がいるから、バチカンの天気予報みたいなことと同じようなことで絶対毎日1個は送るっていう人いるから。ああ、テレビ選挙ばっかなんかいいな。あ、でもダイレクトメール別に俺は返さへんからな。送ってきてくれる分に別に何も俺が損することはないからな。それを返さへんから別に何も全部見るのは大変とか、いやまあ合間合間よ。そんなに何もそんな意識なんかしてダイレクトメールも開いてないし、そんなよほど大事なことがあるってこともまあないから。ただなんか企業とかの場合はそういう風なところから来ることもあるのはあるんじゃないかな。俺はそんなにまあ滅多なことないと、ツイッターのダイレクトメールで来ることないけど、ちょっと待ってな。全然クーラーが効かへんな、大変やな。スズランのトップ目指してほしい？と目指す？俺と一緒にじゃあスズランのトップ。いいよ俺は。なんでニコニコやめたの？ああ、なんで？そうやな。まあ理由としては別に一つじゃないかな。ニコニコ動画をやめたっていう気もないしね。ただまあ詰まるところ思うけど、
つまるところ我々はあの我々というものを売ってるわけじゃないですか。たまに実況者の人でもゲーム一つだけの人っているやろ。その例えばフォートナイトとかマインクラフトとかそういうの本当にこれに関してもうずっと毎日これなんだというような人っていうのはもうそのゲームと共にあるじゃない。だからそのゲームじゃなかったら逆に言うと見られなかったりもしちゃうけど、俺とかの場合はもう基本的に何でもいいのよ別にゲームは。だからその何でもいいっていうことを考えれば、まあ配信する場所っていうのは別に正直な話どこでもいいねんけど、一番高みを目指すというか一番競争率が高くて一番やりがいを感じられるのはどこって聞かれた時にここって言えるところで勝負はしてたんよねっていう話よね。だからそのニコニコでがいらんとかっていうわけじゃなくて、そうやっぱりいろんなこう猛者たちが、だからそれこそグランドラインみたいなもんじゃない、いっぱいこうわーって強いやつもいればもう弱いやつもいるやろうし、その分からんけどいろんなジャンルがこううわーって勝負している戦国の中に飛び込んでいきたいよねっていうことやね。うん、あ、党会議っていうか、だからイベントは基本的には出ないけどね私は。あの前に出た時はじゅんちゃんが呼んでくれたから、俺ニコニコの人からは呼ばれてないから、だからじゅんちゃんが呼んでくれて、でそれで私が答えたことによってニコニコの人が動いてくれただけだから、そこはまあニコニコがどうかっていうか、まあその部分に関しては俺も見てる人やし、あの礼儀としてっていうか、まあ、あの答えたいなって思ったから出たけど、でも普通はあんまりイベントは行こうとは思わないね私の場合はね。うん、やしそんな呼ばれることもないよ、何回ももう断ってるからすでに。うん、オカシュンとどうだった、あ遊んだことか、遊んだのはね全然何もないよ、普通の普通になんかあれしてただけよ、遊んでまあちょっとね、あの買い物し行こうかとかそれぐらいよほんまに。あとなんかずっと夜な夜な喋って、あーであーだこうだみたいなこう話をオカシュンとして、であいつ俺が喋ってたらさすごい人がいいやつやから、俺が喋ってたら喋るの付き合わなあかんと思ってずっと喋ってんやんか、あいつも。ほんだらもうずっと喋っといて逆に困らしてやろうと思って3時ぐらいまでずっと喋っていったな俺は。いやもう私といても別に、どこで集まるのはもう場所によるね。奈良ってことはまあもうないかな。うん、やっぱり大阪行ったり神戸行ったりとか、お菓子も遠いしね、そういうとこ行きたいな。あ、夏祭りとかどうなってんの。夏祭りとか今年あれあんの、 PL の花火大会とかあんのかな8月に。俺もう久しく見てないな花火。バーンバーンってこう花火が上がってるとこにさ、こうみんながこう上を見上げてるやんか、こう一回坂っていうの、あの川の土手っていうのかな、ああいうとこでみんながさビニールシート引いてファーって上見てんねん。ほんで女の子とかはさもうちょっとこう浴衣とか着て、浴衣っていうかあの着物みたいなの着てさ祭りでうわーって上見てんねん。でもそのファーって上を見てるその女の子の顔を横からこうやって見て、あ花火よりも君の方が綺麗だねってね、こういう夏、一年で一番静かな夏これね。あの時のこう本当にもう君と夏の終わり将来の夢っていうのがずっと流れてるような、あいいやんしたいな、そういうの、そういうのをさせてくれる業者いいひんかな、それだけさせてほしい。夜行って一回ちょっと打ち合わせして、で僕その時右見るんで自分上見といてもうてって言うていう業者紹介してじゃあそれそのビニールシートとかはもう全部セッティングしてもうて、はい、できればやっぱでも青のビニールシートがいいですね。青のビニールシートで女の子の浴衣は白地になんかこうちょっと赤みダイヤ色とかピンク色のこう濃いみたいなのがこう刺繍で入ってるヤクザのそのおかみみたいな感じの姉貴みたいな感じの やつでもうかんざしぐっささしてるようなのがいいですね。はい、バン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 綺麗だね、うん、そうだね、いやなんでこっち見てんのよって言うて、わかる、綺麗だねって花火を見てやで、女の人の花火を見て綺麗だね、うん綺麗だねって、でも俺はその横の人の方見てんの、いや花火の方でしょって言って、うん、そうだね、君と夏の終わりって言ってこう
ほんま悪いけどこの画角には絶対俺らが入れんといてほしい。もうその後ろの引きの絵だった時にもう絶対に入れんな、ジジイとかババアとかガキとか走ったのシャシャマジシャレにならんから、この河原の斜め向いてるその河川敷のとこだけは絶対1920-1080引きでグーって撮っていっても絶対に他の人映らないようにしといてほしい。 100% もうそれだけは頼むで。それもう業者の人は絶対に頼む。ちょっとできれば屋形船ビャーってこう出してほしい。川の上流からこう屋形船ブーンってこう出して、うーんってこうやって、それ引きでグーってこう引いて撮っていくねん。それ花火とポン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 ってで上にわーって切れていって、あの夏一年で一番静かな夏っていう、これこれいいやん。これで奈良やったら来るで、多分奈良は。そんな鹿とかもうほんまアホみたいに奈良で鹿押すやんか。でもそういうの意味ないって。誰がうわ鹿やん、ええー、なええー、なってなる。じゃあみんな、じゃあ奈良でな、だから可愛いで、鹿は鹿で、鹿は可愛いけど鹿のポスター見てうわええー、やん奈良行こう奈良行こうってなる。絶対ならへんって、アホやって。もう鹿はマスコットキャラクターだけでええねんって。もっとそうじゃなくて、奈良のもうここに行ったらみんな楽しめるよっていうものじゃない。鹿と会うても楽しめへんって。何も鹿ええやんって。お前長野の方が鹿いんねで。ちなみに言うと長野の森の方が鹿いるんだぜ、倍以上いるんだぜ。ちなみに言うとやけどな。でな、奈良の出店って別にな、例えばさ、じゃあ鹿見に行ったから、奈良公園見に行ったから鹿の角とかさ、でグッズキーホルダーとかあるかってないしな、何にもない。なんかその角のさ、例えばこう鹿壁からなんかこんにちはしてるみたいなやつとかもないし、鹿の角で作ったお箸とかさ、もうそんなもないで、全然ない。そんなもう缶 もう全然ない、全く。もう来て帰ったしまいやもん、もう奈良なんか。もうそこら鹿の運行だらけだし、鹿の運行を歩いていかなかね、普通に生活するのに。今年は誰と行くんですか、何奈良公園奈良公園行くっていうか、もうそんなん言い出したら俺も奈良公園に住んでるレベルやで。俺の場合はもう何人もいいことなんかないよ。選挙のポスター、うん、そうやな、選挙のポスターっていうか、やっぱどうでしょうね。なんかもっとこう、例えば奈良で撮るんやったらもう、そうやな、やっぱりそういう、なんていうの、自然っていうのもまあもちろんありやけど、それこそあれの方がいいんじゃないかな。そういう恋人と一緒に来てくれたらすごい邪魔せえへんでっていう方が俺はいいんじゃないかなって思うねんけどな。鹿って奈良にいるの？鹿って奈良、どこからスタート？お前俺のとお前の会話ってどこからスタート？ NHK を壊す、OK 頑張ってくれ。じゃあNHK でな、ぶっ壊してくれ。ぶっ壊してくれたら俺の家にももう後編になるから、 NHK の人金払ってんのに、払えって言うてくる、あの NHK の人。だからメモしとけって言うてんの俺はいつも。だからもうメモしとけって言うて俺いつも言うねん、3回ぐらい言うてんねん。いやもう俺前も来たって、だから払ってるって言って、払ってるけど、そのなんか分からへんけど、契約のした俺のタイミング的になんかその払ってるやつがどうのこうのってなってんねんって、前のやつはもうそれ見てもうたら、それ大丈夫ですねって言うてん、メモしとけって。もう俺年に1回ぐらい絶対来るって。俺年に1回ここに引っ越ししてんけ。そんなやつおる？ないって。だから、いや、テレビも見てるし NHK のお金も払ってますと、何もないですって。多分俺がその住所地っていうかな、あの現住所みたいなやつ、そういうのを変えたりしてるからやねんと思うわ。実家からこっちに来てちょくちょくそういうの、例えば車買ったから、車買ったらここに置かなあかんとか、そういうなんか、そういうなんでやねんと思うけど、俺は払ってんのにやからな。奈良って歩かへんくらい鹿の糞だらけ。そうそうそうよ、奈良ってかさ、奈良公園はな、奈良公園自体はもう鹿の糞がないところがないね。まず鹿の糞が大地やからね、ツンドラの大地みたいなもん。だからもう鹿の糞がそこら辺にあるっていうのがもう普通。そうそう、避けてとかも、だからハイヒールとかで来るやつとかもうほんま埋まってしまえばいいのにって思う、そのままグザーッと刺さって。あれでも逆にハイヒール履いてる人、奈良公園来てグザー刺したら逆マイケル・ジャクソンみたいなできるかもな。ドゥ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 ってこう奈良後ろにこういて、いいやん、それやりにおいで。じゃあそれやりにおいで奈良っていうそれいいやん。でもこう写真があったらこう斜めに刺そうや、女の人ハイヒール履かしてこう、こっち前やで、ここ前向いて女の人こう刺そうや、ハイヒールで、ほんでこう鹿の糞バーってここ散りべまして、でハットだけはでもまっすぐこう
垂直にこう平行にというか下と水平行にこう取って斜めにこう刺そうぜならいいやん。それしたらおもろいわ。それでインスタ映えももうインスタ映え映えぐらい映えるで。うん、それだけ。それができるのでも奈良しかない。だってあんな鹿の糞はねもう誰もしひんやろ。最近中国人が鹿に食われて、いや中国人鹿に食われてへんよ。そんなお前人を処理する場所みたいに言うねよ奈良公園は。だからちょっといい靴とか履いていく場所じゃないよあれは。ハイヒール、あ、うんこ避けるためにあれ作られたん。ハイヒールって、ハイヒールっていうかあのすごいほんまにさもうなんていうのこうもう棒、もうほんまに棒っていうかもう なんて言ったらいいんかな、もう霧みたいな、なんかたこ焼き回すやつみたいなぐらい細いやつあれやろ、あのヒールの部分が。あれ何、結局何を求めてんねやろな。最終的にはオニオンかなんかになりたいんかなあれ多分。 ピクミンのオニオンみたいな形が一番理想やねやろな。もうほんまほんま頂点で支えるっていう、あもう頂点と頂点でもうできればもう3つぐらいで人体を支えるぐらい、視点が少なければ少ないほど綺麗みたいな、もうそこまでいってんじゃん。もう最終的にだから目指すはオニオンやねん多分と思う。だから そこまで行きたいんやったらまあ分からんでもないけど、どこを求めてんねやろと思う。ハイヒール 50m 走やろ。いやなんかそれも言われたことあったわ。なんかハイヒール履いたらしんどいですよ。俺も やったことあるよそりゃ。何回か、1回ぐらいかな。なんか当時付き合った女の人とかにハイヒール履かしてみたいな。でもまあ履けへんけど、まああんな斜めってるからなかなか無理よね。だって普通はこうなるはずやからな。もう通常でマイケル・ジャクソンみたいに歩いてるの普通や。ハイヒールってこうなってないから、普通はこういう風に 靴があるはずなものがこういう風になってるっていうことは、体はこういう風に伸びていくってことやろ。ってことはもうすでにマイケル・ジャクソンってことで、それをこうグーッ反ってんねん女の人ってグーッて。もうそれはそれはお前そこまでの苦労をするかと。もうボクサーの減量張りのグーッ、なんとか自分をもっといける、もっといける、もっといける、グーッで後ろにやっと、ほんで今の女性が成り立ってんで、すごいやろ。だからもうね、その無理すべきじゃないよ。もうペタペタでええねんって。ペタペタの靴でええねん。そのペタペタの靴でも汚いペタペタの靴を履いておいでなら、うん、ハイヒールはダイエット効果な。ふくらはぎが痩せるとかそういうことでしょ。俺も痩せなあかんな。でもな、痩せようとは思うんですけどね、なかなかな。痩せるとなるともう一つね、これっていう手がかりがないよね。痩せるに導かせる。俺なんか前に飯食いに行った時に言われて、朝にリンゴ食べたらいいですよって。朝にリンゴ食べてねって、あの今生活してるんです2週間ぐらいって。え、そうなんですか。痩せましたか。痩せましたね。私は病気したのもあるけど、でも2週間それでね、旦那さんとねリンゴダイエットしたらね、すごい痩せましたねって。リンゴの作用がなんかいいらしい。ああそうなんですか。で僕でも朝ごはん食べないんですけど、それでもリンゴ食べたら逆に増えてしまうような気がするんですけど、いやリンゴやから、リンゴやから効果があるんです。リンゴを食べてね、でその後30分歩くんです。いやそれやんいやそれやん。じゃあリンゴじゃねえじゃん。もうそれやん。2週間歩いてるやん朝30分旦那さんと。完全にそれや。リンゴちゃうやん。びっくりしたもん俺聞いてて、えと思って。いやもう30分歩けって言うたらええやん。じゃあ違うやろ。いや俺もびっくりしたもん。いやそうそうなんすかって言って、へえって言ってた俺ジップ使ってるよ。私ジップ使ってる。いやそういう人いいね。本人にはしてないよそれやんって言うわけないやん。そんな急に人と喋ってて、そりゃ自分が気の知れた仲やったらあれやけど、たまたま飯食いに行ったところでなんか喋ってくれはったから、そのなんていうの、年もっと俺より年いってる人やけどね。なんかこうホールじゃないけど、なんかそれの人がだからやん。ジッポ、そうジッポ、ジッポ変えた、ジッポに変えた。だ前言うたやん。だから俺前に言ってたんですけどね、フィル・ジョーンズ物語っていう動画で何ぼやったかな、2800円やと思った、2800円やったかな、何ぼか忘れたけど2800円やと思ったんですよ。ネットでね2800円や思って、で、あジッポーそういや欲しかったよ、ジッポーライターのオイル余ってるしジッポーがいいなと思ってね。
で買うたら2万8000円やってん。1個桁間違えててん。と思ってお前そのもんお前請求書っていうかお前ビザのやつ見た瞬間お前大慌てよ。俺どこに電話したらいいんかと思ったもん。2万3000円かな、あれ実はやで。2300円やなと思って、あそんなもんかって。ほんな送料かからへんって言うてるから、そうなんもんほんならラッキーやなー思って入れたら、へえへえへえって。2万何本やって。俺ビザで一つだけビョって頭出てるから、どうしたんだこれはと思って。俺電話しようかと思ったもん。ほんならそうやってん、実際もうメール来た時点でそうやってん。やってもうたー思って。別にそんないいもんでもないねん。なんかほんまにただの銀のやつやねん。ただの銀のやつやねん。普通の四角やねん、銀の。っていう、そう買ったっていうかもう使ってるもん。まあでもその時点でその明細がカードの明細を見えひん限りはさ分からへんやんか。カードの使うのってその引き落とされる時しか。よく一桁間違えてるからな。それがチャンネル登録者数やったよな。260万やったやった。おな大慌ても何ももうほんまタイヤヒラメの舞踊りやねんけどな俺としても。そうはなかなかね問屋が下ろさないっていうかね。ワイワイさん標準語薄れてきましたね。そうやな。フィル語はでもあのフィル・ジョーンズやってたらもうずっと標準語になっちゃうよ。なっちまうよ俺は。なっちまう。あトイ・ストーリーも見たいけどな。俺でも3見てないから4見れへんねんな。あれもうぶっちゃけ4のストーリーは言わんといてほしいけど、言わんといてほしいっていうか俺が言わんといてほしいんじゃなくて、まあ、見たことない人がいるからねこの中に。3のってどんな話なんやろな。確か1がなんかバズ・ライトイヤーがなんかアホみたいなこと言ってるやつやろ。俺はおもちゃじゃないんだ、救いに行かなきゃならないんだ、おめでめでこちらなんとかとか言ってなんかこう腕のシールになんか言ってるやつやろあれで、めで何とかなんだとか言って、それは違うとか言ってなんかちょっと飛び立ってみたりとかするやつやろ。で2はなんかカーボーイの女の子出てくるやつやろ。カーボーイの女の子とかなんかヒゲのおじいちゃんがパッケージに入ったまま喋るみたいな、そういうのがあるやつやろ。あれ何してんのか知らんけど、まあ2はそうやん。で3は何なんかっていうのがなんかでも確か大人になってからだけ、俺見てないか分からないけど赤ちゃんが出てくるだとかそういう話は聞いてんねんけど、ワンが一番おもろいの。あ俺のブースにはガラガラヘビさやけ、もう言うてることがあんま意味分からへんねんけどな。あれ実際どういうことなの。ブーツの中にガラガラヘビを飼っているという認識でよろしい、それともどういうこと、そのブーツの横の柄がガラガラヘビだっていうことをおっしゃってんの。そのあんまそこらへん意味が分からへんねんけどな。OAMC は最近買ってないな。うん、最近は買ってないね。あれでも入ってるとしたら相当すごいよね。その上を歩いてるってことだからね。ガラガラヘビの上を、ガラガラヘビがもうエスパドリーユみたいになってるってことだからね。わかるかな。ガラガラヘビでエスパドリーユ作ってるってことやから、調べてごらん。エスパドリーユってカタカナで、その下の部分の布の部分、あれ紐みたいなやつを言っているんですけど、その部分がガラガラヘビってことを考えると、もうそれはすごいな。トワーントワーンって言うかもな。ジャンプしたらちょっとトワーントワーンって言うかもよ。マリオみたいにジャンプするたんびに。あいつとかマジクソダサいやん。光るセーラームーンの靴ぐらいダサいやろ。トワーントワーンってジャンプするために恥ずかしい。インジマ何知らん知らん。インジマ何やろ。ワイワイさんの声もガラガラですね、うん、何悪口何急に悪口が言いたくなった。君にもしかしてストレスかなんか溜まってんのかみんな。うん、そうか。大変やな、みんなも。みんなが一番大変なやつって何だよな。もうほんま大変で大変でならんっていう最近の学校とか、そんなのなんのかな。テストか。でもやっぱ夏休みのテストか。あとはもうあれですもんね、会社は別に人によりけりですもんね。ダイエットとかか。おや、人間関係で辛いのは大変よな。人間関係で辛いやつって行き場がないから無理よな。あ、お金がないとかか。仕事がない、パワハラ。あ、人間関係のやつがあんねんな。まあ、お金って言われたらな、どうもしがたいけどな。確かに
あ、転職の時期とかな。でも店長とかパワハラとかやっぱそういうセクハラみたいなもんって多いんやろな。まあでもあんねやろな、実際。自分の周りでセクハラしてる人とか見たことあんの？俺あるかな、俺あるかなっていうかな、肩触る人とかはいるわ。やっぱでも俺の周りでも肩触る、女の人の肩パって触る人とかはいるわ。で頑張りなさいよって言ってパーンって叩くとか、ケツみたいなところを叩くみたいな、こうちょっと腰あたりをこう頑張れみたいな感じで叩くみたいな、そういう人いるもん。それでもなんねやろな、セクハラに。セクハラあんねや。どんなんセクハラやねやろな。結局さ、セクハラされる側もさ、ものすごくこの人タイプやったら許してしまうところはあるんかな。そこの部分もあんのかな。俺仮にものすごい、もう、まあ、例えば俺の見てくれやって、でバーン叩いたらあかんけどみたいな、めちゃめちゃかっこいい人やったらええとかあんのかな。今時そんなん、いやいるよ、いるいる。でもそれもいるし、パワハラっていうことじゃないけど、その受け止め方の問題やろ、あんなん。もう嫌いな人はセクハラなのか。もう俺はな、ほんま電車乗ってたらいつも思うけどな、電車の痴漢だけはほんま、男はほんま弱いよなって俺思うねんな。どうしてたらいいんや、じゃあって俺なんか思ってまうんだけどな。釣り革をやるわけにもいかんし、たんまに女がさ、こう横にこう肩にこう頭とかしてくるやつ、俺どうしたらいいんやろとか思うもん。こう普通のおばちゃんやけど、普通のおばちゃんのやけども、こうやってやられて、もし俺なんかごちゃごちゃ言われたら困るなとか。ちょっとさ、もう女の人が座ってたら、もうその横にギュッて詰めて座れへんから、俺はやっぱ。だからもうええわって思ったりさ、なってまうよな。触ってくる男が悪い？触ったら冤罪ではなくなるの？そんなん言われたってお前、え、そう、お前ほんなら向こうからブワー走れ、どうすんの？それこそもう横幅3メートルぐらいの女かな、もうあのグワーバカ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 って椅子とかもうダラダラーって潰して、グワー後ろのこう後部座席からうわー逃げろー逃げろーって言って、前へ逃げろ前逃げろ、うわーってバイオハザードのそれよ、もうガバーンってもう走ってたら、あのホンダみたいな、あのストリートファイター2の女のホンダパンみたいなやつがうわー走ってたら、もうそれ俺全員じゃ痴漢ってこと、もう避けられへんかったら。そんなん困るわ、いらんやろ。そうなったらだってそれもうやったもんがじゃない、それ、うわーって。それはだ両手を上げて飲んのお前デュークサダイエちゃうんやから、男お前全員、いやじゃあもっと幅上げろって、じゃあもっと電車の幅上げてくれって、もうクーってほんまに上にクーってやらんの。てかもうな、もうだルールを変えればいいと思う。もうな、電車に乗れたら全員ぶら下がりゃいいね。もうぶら下がるって、ほんならさ、片手ではぶら下がれへんから、もう死に物狂いで両方の手掴んで、なんとか1時間半揺られるやつもいるし、それずーっともうやったら誰も痴漢なんかできひんやろ。と思うね、俺。そんな、だって手はさ、下に向かってついてんねんからさ、基本的に。そんな当てんなって言われても。で俺じゃあ何あれしてたらいい、なんかシャンプーハットみたいなやつ、その、あの猫が首につけるやつみたいな、手に俺つけておこうかな、バッハみたいに俺バッハみたいに、え、そのバッハはが当たったらどうなんの？バッハが当たってもセクハラなんの？手首に俺がバッハつけてさ、ふわーってこうトランペットみたいになってるとするやん、俺。ほんでそれで俺電車乗ったとするやん、俺そのバッハが女の人の太ももに当たったら、それってバッハ、そのバッハ、そんな俺はバッハまで神経通ってへんから、その場合はセクハラになんの、それ。いやそれはなんとかしようや。てかミニスカートなんか履くなよ、じゃあって思うんだけど俺は。やったらだって、じゃあだってこっちが防ぐ方法がないやろ。もうその例えばじゃあ何、黒の革のさ、黒の革のあの殺し屋がするみたいなグローブを持ってて下に向けてもあかんねやろ。当たったらあかんねやろ。バッハ当たってますよって言われんの？バッハ剤、バッハ剤食らうの？いやもうそんなんだって、どうしたらいいかわからん。だってカバンとかじゃあ上に上げられへんやんか。だってかといってさ、俺の場合トートバッグとかで、革のトートバッグとか持ってるけど、革のトートバッグ下に置きたくないんよ、やっぱ。そのなんていうの、できるだけ下に置きたくない。常にこう肩、でも肩にかけてたらさ、あの邪魔になるやろ、こう前と後ろの人に。だから俺の体の幅に合わせてトートバッグをこう前にさ、平べったく俺は、ま、持つのよ。ってことは俺の前とは股ぐらいのところに手が来てるわけやん。ほんで片手はその 股間というか股のとこぐらいに来て、トートバッグを下に支えてて、上は持ってるわけやんか。それぐらいしたらさ、それぐらいで俺はずっと支えてるで努力してるのに、もし仮に何か当たったら、そうや、カバンも当たったらまた上がんねやろ。どないしたいねん、どう避けたいねん。じゃ
じゃだから避けへんような痴漢は捕まりゃいいよ。それはもう問答無用で捕まりゃいいよ。それはな、だもっと罰を上げてもいいと思うやけど、もうなんかそんな目で見られるんじゃないかというこの男性の危機感は分かってほしいな。もういつも思うねん、電車乗ってる時にどうしようどうしようって思うねん。特に出入り口に陣取った場合、特に思うねん。出入り口に陣取った時って絶対に誰かに接触してしまうから。あ、そんな保険とかあんの？軽く見とんで、あの、で何、鍋焼きうどん持つやつ、鍋焼きうどん持つやつ俺持っとくの？乗らん、まあ乗らんかったらええやんって言うけど、そりゃ乗った方がなあ、それ乗らんかっていけんやったらまあそれはそれでいいけどさ、それに越したことはないけどさ。まあそういうものが積もり積もるんでしょうね。例えば仕事にしてもね、ストレスっていうことで言うとね、一つストレスってことで言うても何かしら、ちょっとタバコ取ってこう。BGM？ ん？よいしょ。あ、タバコ？タバコ吸う？タバコ吸う頻度って言ったら、どうやろう。頻度っていうか、ところによって違うから何とも言えないけど、1日で何本って言われたらまあ1箱か、調子いい時は2箱やな。うん、1箱から2箱の間をこう、アベレージとしてはそこら辺を、活動させてもらってるわ、うちは。うん、あーでもな、タバコっていうか私の場合貧乏症やから根元まで吸うのよタバコを。あのフィルターっていうのがあるんですけど、そのフィルターの上ギリギリまで私の場合は吸うの。貧乏症もうほんまにずっと風邪、もうちっちゃい頃から、ちっちゃい頃っていうかまあ俺はアルバイトとかあんまりしたくなかったから、できればだからお金持ってなかったし、だからずっとそのね、ちっちゃいとこまで吸うんだけど、それをするとやっぱりよりこう体にも良くないで、頻度も逆に増えるらしいね。うん、ずっと吸ってる、なんか時間を楽しんでしまう人はもう長く吸うらしいね。だから吸わんでもつけてしまってる人が多いらしい。吸わない日はない、絶対にない。ちっちゃい頃ってちっちゃくなるまでって言ってんの？本当にお前らはそういう、お前何、俺政治家系無理やで、そんなちゃんとしたことしか言うの無理やって。なんかでももうほんまコンプライアンスにものすごく遵守してみるの場合も俺口開かへん方がいいかもな。もしかしたら電子タバコはいらん、別に電子タバコはそんなにもうすまないね。うん、配信始めてから今の時点で何本やろ、3本ぐらいちゃう、3本多分で、これで今で4本。今日ワイワイさんは何を食べましたか？私は今日うどんを食べました。うどんとその皆さんと楽しむという楽しい時間をいただきました。はい、ありがとうございます。井口さんとの話、井口さんとの話はないけど、まあ井口さんの話はしたな、そういえばな。でもみんなもなんかストレス発散方法ってあるやろ、何かしのこう私生活のストレスを発散する趣味であるとか、行動であるとか、まあ、何かしの食べ物でもいいわな。なんかそういうこれがないと逆に俺はもう社会から潰されてしまうだろうっていうような、これだけはでも許してくれよと。たまにいるやん、車とか、もうほんま申し訳ないけど借金してでも車はいい、車乗りたいねんっていう旦那とか。あ、ゲームか、そうかゲームはでかいな、確かにゲームはでかいと思うわ。ほんまに現実逃避の一番目に来るもんな。あ、セックスっていうのもあるんかな。まあそうやな、それができる人っていうのはそうなんねやろな、そこにはけ口っていうのはなんねやろな。ある意味運動っていう意味でも捉えられるよね。
食べ物もありか。食べ物あんまりいいな。結局は見るものやることやな大体。ああそうか、几帳面ではないない私は。でもそういう部分はあの何かしら、いやだからその何かの部分っていうのをみんなも試してみたいと思う。何かこう例えばさ、俺の周りではなんかご飯を食うってやつがいいのよ。なんかものすごくストレスが溜まったってなった時はご飯だけ食べるようなおかずにすんねて。例えばじゃことか、例えばなんかなんやろわからんけど、何かしこうご飯が進むような献立というかにして、それをご飯をいっぱい食べるって。ほんだらもうクタクタになるまでご飯を食って寝るっていう、そんだら幸せやねんて。なんかすごくぐっすり眠れていいって言うねんて。あ、それ、あ、じゃあ今度俺辛くなってやってみようみたいななるやんっていう。なるさんはもう違う、なるさんはもうただもうストレスが溜まってるか溜まってまいが、あいつは白飯しか食わん、もうアホやから。あいつその後に雑炊がありますよって言われても、でも大丈夫です、白飯食いますって3倍ぐらい食うから、あいつアホや。もうアホまで言ったらもうすごい異常やから。罪悪感はないな別に。でもご飯食べる罪悪感はないな。いや太ってしまうってことか、そういう罪悪感か。トゥルースリーパーは使ってない。あの枕の方はトゥルースリーパーとセブンスピローっていう2つを買ったんですけど、セブンスピローの方は使ってないな。もう使ってないとか使えへん、俺にとってはもうセブンでもなんでもない。あんなもうセブンっていう意味が分からないし、そもそもあの枕のってしてるの機能を成してない俺からすればね。なんかもっと俺の場合はもう枕っていうのは頭を置くとこだから、なんていうのかな、そのなんかあれはもう地面をせり出してんのよ、丘みたいになってるね。その丘に頭が置いてあるっていう状況なだけで、密着度とか俺は求めてない。そこ頭を支えてほしいね。でこのな、俺分かってん最近睡眠のツボが。寝られへん人に俺教えてあげるわ。このなんていうの、うなじの上の方の部分の頭蓋骨やが触ったって思える、ま、手前の首のとこを俺はもうぐー押しながら寝る。ほんだら寝られる、寝られるっていうか、なんか落ち着く。そこにだからもうなんやろ、岩とか置いてても俺寝られると思う。そこさえだから俺そこだけで寝られるもん。逆にだからここに岩があるやろ、岩があってここに頭でその部分だ、 岩の頂点にそこだけ乗せてこう寝れるもん俺ここ何もなくても岩だけ、岩こういう岩があって、だからなんていうの、エベレストの山頂でいいわ。エベレストの山頂に俺ここその頭のそこ乗せてこうやって寝れるもん俺。ごめん寝れるもん俺。そこさえ支えてくれたら俺寝れるで。悪いけどほんまに浮いてる、うん、支え、そこさえ支えてくれたら全然浮いてるっていうか、もう浮くも何も寝れる俺は。うん、だからそれぐらいそこ大、あーここ大事やなって俺は思ってるよ。エベレストの山頂は知らん、知らんけど、山頂だけ取って俺の家に持ってきたら、山頂だけ取って俺の家に持ってきたとしたら、これだけでできる俺この部分。なんかエベレスト渋滞してんやろ今それすごない？逆に俺あのニュースの意味が分からへんかったもん。最近エベレストの山頂渋滞してるらしいでそんなエベレストじゃないっけ、何やったっけ、なんかさ山の上でなんかな、登る人が多すぎて登っていて登っていて登っていて渋滞してんねんて上で。ほんで降りられへん、だから渋滞してるから降りられへんみたいな。なんかな、エベレストって国2つ隔ててんねんて、その北海道みたいな感じ、北海道ちゃうわ、あの富士山みたいな感じで、でその片側からは登りやすいけど、片側からは登りやすいっていうか、片側からの規制とそのなんか国によって規制が違うねんて、登る方のルートの。ほんだら楽な方、お金払わんでも登れる方のルートから登るやん、みんなどっちにしても山頂に行くんやから、ルート違うだけで。ほんだらそっちのルートばっかりに今度なってしまって、エベレスト登る人が。ほんだらそこがギュウギュウになりながら行くみたいなことなってるらしい、ね、危ない危ないって言うて、だからっていうことになってたっていう。そう、渋滞してそうそうなくなるんやって、すごいやろ。ワイワイの家も道隔てて道隔ててって何やん、どういうことやねん。でも渋滞でそうそう死ぬって言われたらもう帰れへんもんな、そもそも。だからギュウギュウで押し合いになってエベレストギュウギュウになるってもうすごいやろ逆に。俺は思うわ、あれは海外行ったことない今まで。
今まで一回も行ったことない海外に。行きたいとも思わへんしね。行ってどうすんのっていう。なんか喋れへんからな、やっぱり。観光したいとも思わへんしね。目的がないから。ワイワイさん、どうやってそんなにいっぱい話すことを思いつくの？俺が思いついてるんじゃないけどね。ここにいる多くの人たちがその話題をくれてるから私は喋れるだけであって、全然そんな私なんかもう何にも喋らへん。もう無口やもん。寡黙勤勉、寡黙勤勉礼儀が俺のあれやもん。座右の銘やな、ほんまにほんまに。だから全然もうそう、ほんま昭和の俳優みたいな不器用な人間やねん、ほんまやねん。これをもうほんま信じてくれへんもんな。誰が言うたら信じてくれやろ。総理大臣かな。総理大臣に言うてもうたら信じてくれる？みんな。ほんまにもうそうやねんって。全然喋らへんねん。オセロとかとに聞いてくれたらええねんけどな。一番話早いねんけど、オセロが言うてくれたら。ほんまほんま全然喋らへんで、行動でやるタイプやで。あ、そうや、小走りのコメントで思い出したけど、なんかダイレクトメールで、そういや、オカシュンさんが小走りさんを狙っている感じがして鬱陶しいんですけど、なんとかしてくれませんかっていうダイレクトメールがあんねんけど、オカシュンさんは小走りさんを狙ってません。はい、これだけは多分はっきり言えるでしょうね。彼が一番彼自身の見てくれを気にしてる人ですから、絶対にありえないと反応しておきます。彼自身は絶対に狙っていません。狙えません。まずおこがましい。それはもう 100% ないです。大丈夫です。あなたが落としてください。頑張って、あなたが駆け足で落としてください。全然オカシュンさんは走ってもない。あの人はオカシュンさんはものすごく気を使う人。ああ見えて、だから一回そういう風になんかこんな俺に有名人が返信してくれたんやったら、俺もなんか見てあげようとかっていうことらしい。毎日毎日自分にはメイクとか興味ないかもしれんけど、1再生でもなんとか自分の力になれればって言って見てるらしい。でも俺の動画は見えひんらしいな。カスやろ、カスです。だから叩くのは結構です。はい、だから叩くのは大いに叩いてあげてください。彼は叩いた方がへこむと思うんで、はい、なら痩せますし、はい、でも狙ってないです。彼はそれだけは言ってきますけどね。マリオメーカーで気になったんですが、集中力すごい。いや、集中力はないんじゃない、俺は。多分ない方やと思うよ。ただね、最初のぶっちゃけた話は、やっぱ最初の3時間ぐらいは越す気はないね、私の場合はね。まあ越すところを見せたって面白い動画にはならへんと思うから、私の場合はね。やったらもうクリアしたところだけ2分切り取って送ればいいだけやん、動画に。ちょっとツイッターでもできるし。だから越すまでの過程っていうことで言うと、こうじゃないかああじゃないか考えてるとこだとか、なんかこう喋りながら進めて、一歩一歩進めてるよっていうところを撮りたい、その素材が欲しいから、3時間ぐらいは多分越す気がないのよね。でもこの3時間ぐらいしか集中力持たんだよね。だから3時間後に関してはもうほとんどうだうだプレイしてる感じやね、イメージで言うと。なんかいいダイエットなぁ、なんかあるかなぁ、いいダイエットって言われたら、まあ運動というか、やっぱ走ることなんじゃないと俺思うねんけどな。森さん今日来てないわ。森さん今日は多分来てないと思う。多分やけど、うん、森さん今日来てないな。森さんは今昨日の夜に津市のホテルで伊勢海老を食べてるのっていうのが森さんの最後。だから、でその前はなんか、私森さんさっきまで琵琶湖で釣りをしていたのって言って、森さん釣りしてたんですかっていう感じなんだけど、その釣りしてた釣りの写真っていうのが、ちょっと待ってね。まあそれは別に見たいと思う人もいいひんかもしれへんけど、これは多分違うなって俺は思ってんだけど、これ私森さんさっきまで琵琶湖で釣りをしていたのって言って、これはでもちょっと琵琶湖で釣れるっていうか、なかなか簡単に釣れる
魚ではないのではないかっていう気がしてるんですけどね、私としては。ちょっとあまりにも下半身の部分が長いというか、これなんか深海魚なんじゃないかなって俺は思って、こいつの目で深海魚っぽいなーって思うんですよ。でこれね、まあ嘘なんだろうなーって思ってるんですけど、でもモリーさんは着実に奈良に近づいてきて、出発地点が池袋やって、ね、私モリーさん今池袋でご飯を食べてるの、私モリーさん今吉祥寺でスタバを飲んでるの、そういう可愛らしいもんやったんですけど、もう昨日の段階では津市のホテルで伊勢海老を食べてるまで来てるから、そこはやっぱりね、ああこれもしかしたらと思うよね、俺のとこに来るんじゃないかと、そこまで俺は思ってるけど、宇宙人か、そうやね、どういう風に来てんのか、まあそんなに暇なのかっていうことにもなるけどね、連日あれしてるからね、連日そのお休みでしょうから、モリーさんの場合でもね、旅館にチェックインしたのっていうね、モリーさんは木曜日の時点では、私モリーさん今琵琶湖が一望できる旅館にチェックインしたのって言ってんね、ってことは泊まってるから、やっぱだからその部分で言うとお金もあると、モリーさんとしては。うん、モリーさん可愛いと言いなって、女じゃないやろまず釣りするそもそも女が琵琶湖で釣りしてこれ釣る系絶対いらんわ、俺やったら。そんな女やったら綺麗でもいらんわ、逆に俺も。こんなお前わけわからへん、こんなお前っつって俺これ写真撮ってって言われても、こんなお前何センチやねんお前、びっくりするやろ、食えるかどうか迷うよお前、なんかホロホロになるまで煮込まれてるぐらいの触った感じ、それぐらいになってそうやろ。逆に男の子でものすごくちっちゃい男の子やったらいいんちゃう、なんか中学校2年生とかで、ほんまにナップサックせよって、なんかお母さんに作ってもうたナップサック、ひらがなで氏名書いてあるナップサックがあってせよって、マザーみたいな感じで、それで一生懸命なんとか電車乗り継いでね、電車取り継いで来てたらええよな。うん、ペタよくここまで到着したねって言って、初めてのお使いやな。まあ、いわゆるゼルダとかやってほしい。ゼルダか、ゼルダっていうか、でも俺これマリオメーカーするじゃないですか、まあ3本4本ぐらいあと多分最低でもすると思うんですよね。でまあ4月の間でしょう、それがだ、あとはそのビサゲも終わるでしょ、でフィル・ジョーンズでしょ、この3つがまあ言うたらいつでも終われるわけですよ、もう多分ってなってくると、8月俺何すんのやろうって俺思ってるの、正直8月さなんかあるか思って、その8月頭に出るっていうの俺知らんからな、何もなかったらマジで何もすることないなって思ってんけどな。あ、もうその時はそれでもいいな、あのリスナー様からいただいたコースみたいな、なそれもありやな、じゃ生放送するにもさと思って、まあ去年ねマジ生しましたからね、レトロゲームの実況、レトさんのゲームの実況やと思った、レトロゲームか、まあだからクリアできるか系は毎日投稿できないからね、やっぱどうしても、そこどうしようかなと思ってるね。うん、新しいソフトが出ればちょうど、なんか有名作ないんかな、調べてみようかな、なんかここ8月ぐらいにあれないんかな、新作で有名なソフト、麻雀とか、ねないな、7月24、東京オリンピック2020オフィシャルビデオゲームってこれするこれ24日も水曜日、これするけ、東京2020スイッチで出るで、いいやん、任天堂 e ショップでダウンロードできねて、東京2020、早くも俺らもう2020の結果決めるじゃん、生放送かなんかで、これこんなんもう動画にはできひんやろさすがに。まあいいやん、こう走るやつとかなんかこうな、やってみたいな、何やったら1位取れるやろみたいなチャレンジはいいかもね。でこれが24日に出ると、で25日は、なんかちょっと分からへん、ルーンファクトリー、ルーンファクトリーって牧場物語よな、でもな、まあそんとこかな。で、あでもやっぱ夏休みに合わせてか、ここら辺から結構発売されんのかなこれな。牧場物語もさ新作出るんやな、10月ぐらいだっけあれ確からしいのよね。あキングオブコントとかそういうテレビ番組との兼ね合いもあるか、
PSV って何やろこれ。 PSV って何か分からへんな。ビータってことか。ファイヤーエンブレム、ファイヤーエンブレム風化赤月。その1も2も知らんのにいきなり風化赤月って、そのして全然日の紋章俺理解できひんまんま。でもないなそんな。あのね、僕夏はするよ。僕夏はあれする、連日放送すると思うけど、で動画がねやっぱり主じゃないですか。私の場合はぷよぷよテトリス、まあ、過去のやつ言い出したらさ結構いっぱいあると思うね。俺も確かになんか最近よく言われるのはフィル・ジョーンズやるんやったらあのヌスットのやつやれよみたいな、ヌスットシミュレーターやれよみたいな感じの結構コメントをいただくんですよ。俺一回ね実はあれやったことあって、あれボツにしたんですよ動画として。なんか最初のチュートリアルの時点で全然自由度ないなと思って、でも多分その後に自由度が来て面白いんやろうな。俺そこまで行ってなかったから、実は一回勝ってやって、でやめたんですよ。まあ、ほんまに10分ぐらいやけど、やからそれを考えるとまあでも今更なとかな思うよな。いや結構さ懐かしい系攻め、俺な懐かしい系動画はやっぱ上げにくいよな。生放送やったらまだできるけど、でも毎日生放送したってな、生放送なんかほんまなみんな思ってるより生放送ってな何もないのよ。何もない、増えもしひん絶対に。なんかその人がね見る人が増えるってことはまあよっぽど人が多いとか生放送が主やったら考えられるけど、だからねなんか残しても見にくいしな、そもそも2時間も3時間も喋ったやつ誰も見えひんやんか。ちゃんとこうまあちゃんとした実況したことはないけれども、あーでもこの先マジでまずいな俺ねえぞ、なんか考えなあかんな。あポケモンやりたがってた、いやポケモンやりたかったけど、今やったらさ例えばジュンちゃんもやってるし、やってたしかな、でモコタンもやってるやろ、今やってるのかどうか知らんけど、なんか普通にやっていくみたいなことやってるやろ。なんかそういう流れがあるから逆になんか俺なんかはしゃんとこかなって思ってしまうんだけどね。なんかそこにこう便乗した感が出ちゃうというか、誰もしひんなーっていうような状況で やった方がいいんかなみたいな感じの方が思ったりとかね。終わったの、うん、だ昔のやつはさそこやねんな、そこどうしようかなと思ってね。まあそれはまあ考えますけどね。あと10日しかないからね。でも言うてももう7月の終わりが、8月を迎えるともう夏休み、もうだから今日からもう夏休み入ってるでしょ。今日からとか今週もう昨日から入ってる人は多分多いんですよね確か。だからねあのマリオメーカーは多分8月いっぱいはまあまあやるでしょうけど、なんとか2日に1回あげられればいい方かな。鬼畜ばっかりやるからそれはどうしようかなって。狼はね、狼をやるってなるとね、まあ、そうやな、まあもうほんま活動を捨てるっていうんであれば狼するかもね。だってそう狼をあげるっていう、だから過去のこう負の遺産をきれいにしていくっていう時期、そういう時期はやってもいいかもね。だからなんか昔にやってない地球防衛軍とかさ、あとなんやろ、何かしもうやらないって決めたやつをやるみたいな。プーさんはでも20年の確か12月に終わるんですよね。だから20年の12月に終わるんなら20年の12月30日にやればいいんじゃないかと思うよね。ほんだらあれできるでしょ、その終わるかどうかっていう勝負できるでしょ。このゲームが終わるのが先か、私がクリアするのが先かという、今やったらまたやらなあかんなる気もして、だからちょっとタイミングとしてはやっぱギリギリかなと思ってんだよな。ギリギリの方が、ほんで幕を閉じて年明けようよみたいな方が。でも31日にやったら俺ガキつかみたいから被るから、その前の30日っていう感じかな。あ、そうやな、マザーも言ってたな、マザー3やったっけ、マザー3、僕の夏休み4、これに関してはあの夏にするよ、今年の夏というか8月にするよ。どれぐらいかかんねやろな、すごいかかんのかな。これはもう生放送でしますからね。生放送してる間は動画上げられへんから、だからちょっと間空けてになるかな。
例えば8月の第2週と4週とかなのかな、うん、あ、怪異症候群とかやったことあるで、昔やった気がするわ。何やったっけ、違うかったっけな、やったやった、なんか昔々生放送でやった気がするわ。昔って言ってもほんまに昔だからな、10年やってるからね私の場合は。だからそれはそうでしょうね、だいぶほんまに何年も5年ぐらい前になるんじゃん、もっと前かな。まあ何がどうなるかわからないですけどね、ぜひ皆さんはね良き夏休みと、そして仕事学業をね、やっぱ今でさえなんかしんどいしんどいっていうねダイレクトメールもあったりしますし、ツイッター普通にそれならのみならずね、あの YouTube のコメントでもね、まあ、YouTube のコメントなんか大体でもねなんかいいことを書いてくれる人が多いですから、なんか自分辛いですけどっていう人あんまりいないですけどね、結構しんどいこともあるでしょうからね。狼ってフなの、フっていうか、うん、上げてないからね、そういう上げてないやつをやる期間をどっかでまあ設けても、うん、まあでもな、誰に見られることもないからな、それもうモチベーションが舐めたみたいに、あのねレインワールドっていうゲームみたいに、なんか過去にやってたやつでもやりたいなって思う時がたまにあるんですよ、これちょっとやりたいなみたいな、その時はやってもいいんだけどね、なんかこう 長すぎて萎えるっていうのもあるんだよな、結構もうあの地球防衛軍に関してはまさにそうやって、もう絶対長いやろなこれみたいな、もうこっから先めっちゃ長いやろなって思ってしもうたんやね、ほんで見えへんしって、見られへんし長いしだからウッシーとかすごいと思う、牛沢さんな、ウッシーはほんますごいなと思う、あのパート70とかあったやろもう、竜が如くとか あいつすごいね、おないなんですけどウッシーは、ようパート70にも分けて動画を、いやもう俺なんかはもう我慢ならんなってもうて、絶対どっかでバクッとカットしてできるだけ20ぐらいには収めたいって思うけど、70ってすごいやろ、100とかいくんで、そうやで、すごいやろパート70って、いやウッシーはすごいなと思う、そのなんかそのペースでやっていくっていうことがもう決まってるから強い、ある意味こうそれで見てる人たちはそれでを求めてるから、もうちょうどそれで成り立ってるっていうのはすごいよね。俺がもしあれやったらもうそんな俺70とか聞かんと思う、でも200ぐらいまでいくんじゃ、ずっと喋ってんねんから、どうでもいい、お前静止してるモブに対して俺喋りかけてコントとかしだした日にはもうお前一生終わらへんぞ俺なんか。だからもう俺の場合ははいということでここに来ましたみたいなことをよくするけど、70とかまでは俺だってできひんわ、怖なってしまうわ、逆にだからあいつ勇者やと思うわ、気持ちが。プラネットコースターも長いな、うん長い長い、失踪やな、もうやめてまうな俺の場合は。あいわい70とかやったらマジで難聴になりそう。でも70って再生リストでずーっと流して寝る人もいるんじゃない、ずーっと、多分そうやと思うよ。なんかこうなんていうの、一緒にじゃないわ、なんやなんていう、なんていうでいいか分からへんけど、こうなんていうの、右側に再生リスト出てて上からバーって流していくやつやろ、再生リストって。俺あんま再生リストの仕組みをよく分かってないんですけど、それでずっと見るっていう人がいるらしいよ。それやったらいいらしいね、そりゃ70なぁ。俺もそれ勇気がないわ、俺絶対できへんそんなパート70、俺だって3もうまずノー編集で動画上げるなんていうことできひんもん。めっちゃ勇気いるで、ノー編集で動画上げるってマジでめっちゃ勇気いると思う俺。だからそれができるっていうのはある意味でそこは大事にしたらいいかなって思うもん。俺はもうだからこそうるさいって言われるんやと思う俺は。だって喋ってないところは切らなきゃなんないって思っても怖いから、もう無の時間が一番怖いの。その中でこう何も生まれへんやろ喋ってないってことは。だから喋ってない時間を全部減らしたいから。最近俺マシンガントークって言われてないで、なんて言われてるか知ってるみんな。最近俺ツイッターでワイワイさんって喋ったな、ショットガントークって出てきて、もうショットガンってさ、もうまとめて打ち前みたいなことやろ。俺マシンガンは分かるやん、ダダ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 は分かるやん、ずっと喋ってるは分かるけど、もうショットガンまで来てんね俺の速さは。今もう10発やったら10発打っちゃえみたいな、すごいやん動画1本でショットガンって。だから それぐらいなんか怖いねん俺、無の時間が怖いって。社内
牧場物語は長かった。そうそう、でもあれ1日に1個って言って初めて毎日投稿しだしたんよ、あれはニコニコ動画で。もともと1週間に1回ぐらいやったから、それはもうそれじゃないと無理やろなと思って、その編集とか考えて無理やろなと思って。ね、すごいよね本当に。私も無言が怖くて人見知りなのに喋るようにしてる。新たなトークスタイルやな。当たりが外れてくさせやな全部が全部当たるわけじゃないからな。でも当たった場合はもう死ぬからな、絶対に死ぬからな。マシンガンなんか2発当たって他発ずれたらまあまあ当たりどころによるけど、ショットガンはもう吹き飛ぶからな。いや俺でも全然見てない見てない、動画は見てないよ。水溜りボンドの動画やろ。いやもう動画、他の人の動画はもう全然全く見てない、情報しか知らない。もうその見る時間やったら作る時間に回してしまうね私は。俺と似てる人とかいい日のかな。でもやっぱ俺みたいなそのショットガン系いるんじゃないの。ショットガン系銃で言うと多分多くはないんかな。多くはないんか、俺がうるさいうるさいって言われることは多くはないんか。もっといると思うねん、でも世の中にショットガン系、ショットガン系の子。あ、ヒカキン見てる人おるっていう人いるけど層が違うんちゃうかな。あ、さんまさん、そうやな、さんまさんみたいな人やな、言うたらな。俺ってお前か。あ、じゅんちゃんがそうなんのかな。じゅんちゃんもそうなんかな。いやまあなんかさ、どうしても俺の場合は関西弁だから、関西弁っていうか関西弁の間っていうのかな、関西弁の間で喋っちゃうから。私の場合は矢継ぎ早に喋るっていうのかな、こう早口で喋るというか、もう上乗せして上乗せして上乗せしてみたいな喋りをしていくタイプなんですよ私の場合はね。だからちょっとなんか俺の中ではなんかこうそういうノリのやついんのかなって。いや俺ね、なんか名前ど忘れした、ファルコン武田やったっけなっていう子がいんねんけど、武田くんっていう、あの子も奈良の子やねんけど、全然その皆さんは知らないかもしれないですけど、同じ奈良で実況活動をしてる人とかは、ああなんか近い感性で喋るなとか思ったりする。あとなんか俺がフィル・ジョーンズの動画を上げてたら、そのゲームと全く同じ、そのフィル・ジョーンズのあのゲームをやってるオカリンさんっていう奈良県の子がいんねんけど、その子がワイワイさんみたいな動画の作り方してんの、ワイワイさん見てみたいなことが俺言われんねんけど、その子はもともと俺を見てた子らしいねん。だからその子はもともと俺を見てて、俺の動画にコメントとかをしてて動画を上げ出して、今はもう独り立ちしてるというか、もうすごい有名っていうか見られるようになったけど、だからそれは近しい考え方を持ってるから、別にマネもクソもないし、俺からしたらね。そういう人はなんか、あ近いな、奈良県出身って近いなって思うねんけど、なかなかそのあたりが。いや武田君今マリカしてんの面白いな。律していけ律していけって言うやん武田君。育てたみたいな言い方や。それ育ててん俺、育てた言うといて、俺が育てたって言うといて本人も何も思ってないと思うよ多分。何にも思ってないよ、俺も何も思ってないもん。その人の動画にやいやい言うようなファミリーやから、みんなな、みんな俺ファミリーやからみんなだから、そうそう、みんなファミリーやねん。みんなファミリーやったら俺が親やろ、みんなこうやから。それはだから子が謝るって言うんやったら俺はもう背中を押してあげるよ。本当にごめんやけどね、うん、みんなの背中を押してあげる。みんながあれ悪いことしたらね、押してあげる。早く出頭しなさいってね。だから早く出頭しなさい、みんなね。もし悪いことしてる子がいたら。だよな、地球みんな、そうやな。そうそう、奈良ファミリーやから。みんなファミリー。俺の喋り方が映るっていう人もいるんですけどね。なかなかその難しい映り方をしますね。関西弁って別にテレビで見ればね、よく見れるのに、私の喋り方ってことになると、ちょっとあれなんじゃないですか？どこかヤクザじみてしまいますけど大丈夫ですか。それは大丈夫なんでしょうかね。そこの部分に関しては自己責任でお願いしたいですけど、もしその私が私生活でね、私はもう無口ですからあれですけど、結構映る、 何が映るのかがわからないね。どれが俺っぽさなんかって言われたら、別に俺別に何もな、変わった関西弁なんて喋らないでしょ別に。
なんかいんのか、そう、え、そんな俺変わった関西弁喋るか、普通じゃないか、ものすごい普通な、もう正統の正統やで。フランス料理で言うたらステーキやで。じゃあ分かりにくいな、ごめん、一番分かりにくいとこついたまであるな今のは。何々系っていう、あー何々系って、あーなるほどな、そうか、滑り芸的な、あー失礼な方を言うね君は。もう関西弁の話をしてて滑り芸っていう芸について言うてるもんね、うんうん、あー喧嘩売ってんだっていう感じね、あーっていう、うん、大衆料理って感じ、うん、いやね、うん、うん、もうええてって、もうええてとかみんな言うでしょ、でももうええてもうええてって、流行らしてや、じゃあ関東で、関東でみんなもうええてっていう、なんかだからもういいやん、そういうことフランス料理店もうええてみたいな、もうええてもなんかちょっと英語にしたらなんかもうええてみたいな感じ、もうええてみたいな感じで、ほらちょっとポクしたらええやん、なんかわからんけど白いソースかけてなんかパスタ絡めさせとったらええやん、もう何でそんなけだるそうに言ってんのかわからへんけど、でもそれもうええもうええてって言って、な、吉祥寺でもいいや、青や、南青山にもうええて、一流シェフのなんかやつ読んで、イタリア語っぽい、イタリア料理店でもいいよ、なんかあのな、縦長の貝みたいなパカ開けてな、何以外じゃもうええてパカ開けて、パカ開けて地中海の縦長の貝パカ、あれやん黒いのあれ、ペッペッって4つぐらいなんか東西南北で並べたパスタ、あれパーって食うたらええやんな、もうええて、ええわ。南青山っていうのはかっこいいよな、やっぱり。もうほとんど、地理の名前やもんな。南青山。うん、南の青い山やもんな。そこが一番いいよ。でも、あんのかな？そういう、やっぱ私の、俺でも別にそんなに今まで言われたことないけどな。方言っぽいですねって言われたことない。でも喋り方の感じが奈良っぽいですねってね、田舎っぽいですねっていう人はいるけど、みんなもそういうのあるんでしょうね。それ言われて本当になんかごちゃごちゃ言われるんでしょうね。大体なんか私 にコメントする人で、ダイレクトメールとかする人で、なんか自分は店こう二手に分かれるんですけど、自分が面白いと思ってワイワイさんを誰々に勧めたところまでのこのテンプレート結構多いんですよ。で、弟に勧めたところ、弟はただうるさいのは苦手という答えで帰ってきました、でも僕はワイワイさんを応援してますみたいなパターンと、誰々に勧めたところ、なんかの上司に勧めたところ、面白いと言ってくれてそれが会話できるようになりました、今まであんまり会話できなかったのに会話してくれるようになって、きっかけを作ってくれてありがとうみたいな、この2パターンに分かれるんですけど、圧倒的に1パターン目が多いんですよ。もうそのうるさい系は無理って言われますみたいな、それがちょっと俺には分からないんですよね。どう直したらいいのかが、なんで一回傷つけるんで、そうだからもう傷つけられたら応援してくれることどうのこうのよりも、その弟を殴れって俺は思ってしまうね、そんなことよりっていう。癖が強いんかな、そうなんかな、口臭そうって言われてた、音量大きい、私の動画って音量小さいって言われたから大きいしたんやけどな、一時期。いや違うんかな、うるさいんかな、何かにかに勧めたら一人だけ見てくれる、その見えへん人たちの理由はさ、別に面白くないっていうんじゃなくて、別に自分の好きなタイプではなかったら見ないやん、別にゲーム興味なかったら見えへんと一緒で、それは分かんないけど、逆に嫌いな理由がある人、この嫌いな理由は何なんだろうって思ってしまうよね俺は。そこはちょっと俺は直したいなって思うね。彼氏が TABS から、ああそのなんかあれか、うまい系を見てるやつか、結局情報源としての YouTube を利用している人たちには受けられへんってことかな。それはまあそうやろな、俺なんか別にゲームを見てほしいとは思ったことないからな一回も。まあ基本的には喋ってるだけやもんな。そうかそうか、だからそのそうか、ゲームをわざわざ見に来たのにゲームを見してくれへんっていう腹立たしさが逆に嫌われてんのか俺の場合は。
ゲームを見ている人、あ、そうか、受けへんのか俺は。そういうことなんやな。でも普通の YouTuber ってそうじゃないの？例えばヒカキンさんって、ヒカキンさんを見てるんじゃないのってと思うんだけどな。そのヒカキンさんのしてることを見てんのよ、ヒカキンさん全体を。でもゲームやったらそれがありうるんか。そこが難しいな。どうしたらいいんやな俺の場合は。牢屋から一向に進まないとか、そうやな、それ一向に進まないのが面白いんだけどな。そういう人たちはゲーム変えよってなるの。あ、まあでもそう、それはわかる。だからそこまで振り切らんでもええけど、でもそのさ、プレイを見たい人たちが買う前にどんなゲームかを見るっていう、このなんていうかな、形の人はまあ一定数いると思うよね。新しいゲームやったら。そうじゃないパターンの人もいるよね。そのそうじゃないパターンの人で、なんかこうめっちゃ昔のゲームやねんけど、それを見てて喋るなみたいな感じで言う人がいるんですよ、たまに。進めみたいな、先に進んで攻略するとこを見たいみたいなっていう人がたまにいるんで、それはもうあれなんじゃないかなと思う。で、俺以外の人でいっぱい挙げてる人が多分いっぱいいるから、多分俺がそれやったらもう俺が見られる理由はなくなってしまうから、だからそれはちょっと付き合えないというかね。俺はそれを叶えてあげられへんだけどもそやな、そう、ムービー中に喋んなめっちゃ多かったもんな。もうほんまにニコニコの時はもう俺それだけで3倍飯食えるんちゃうかっていうぐらい俺叩かれたって、マジで。ムービー中に喋んな、ムービー中に喋んなで、ムービーが見えへんぐらいコメント来てたもんな、昔。ずっとあったわ。ほんで明くる日俺言うね、すいませんでしたってほな、いや、ムービー中に喋らないとワイワイじゃねえって今度来んねん。もう板挟みよ、板挟みの10年よ、俺も。ずっとそれよ、毎日毎日。だからもういいわって、潰してやれって思ってるもん、俺も。だからもう、ムービーなんかもう、どうだっていいわって思って、もう、もうずっと喋ってやろうと、俺は決めたね。腹決めた、もう。でもゲームもそう、茶化すか、砂系のやつが。だからもう、俺が喋ると、基本だから面白い方にしたくなるから、その面白くなくてもね、結果。だから茶化してるっていうのはもう、間違いじゃないからね。だからもうそういう感動系のゲームとかはもう向いてないんじゃない。リサとかはよくだから最後感情移入してたからよかったけどね、好きにやりゃいいねんけどね。そう、ツッコミがあるやん、ゲームのなんかこうよくわからないゲーム事情みたいな、このアイテムじゃないとここはいけないとかさ、そういうのをツッコんでこそなんか漫才やからね。俺だからゲーム実況とかゲーム漫才をしてるつもりやから俺は。だからちょっとニュアンスちゃうんでしょうね。あ、今来た。まあ文句言うやつはね、文句ってまあね、そんな悪いあんま気はしないですけどね、私の場合は。あ、選挙どう、みんな。そういや選挙どうなってんの今。なんかバラバーンさせていってるんちゃう。みんな応援してる政党とかあんの、それ。バーってどっかどこのテレビも今選挙なんやろ。俺はまあそうやな、どこを応援してるっていうのはないまま選挙に行くことの方が俺は多いから、まあいかんよりはマシかぐらいの感じでとしか捉えてないからな。あんまりこのなんていうのやろ、この人じゃないとやだっていう気持ちでっていうのはねえ。選挙行かんかった？選挙、あね、選挙、俺は昔からっていうか、昔ほんまに、いつやろう、26とかぐらいまで多分行ってなかったと思う。一回も行ったことなかったと思う、ね、でもやっぱりまあ一人暮らしをしだしたのがもともと3年ぐらい前なんですけど、そういう3年ぐらい前ぐらいから一人暮らしをしたら、やっぱり自分のさ住んでるポストにその選挙の通知が来たりとか、なんていうの、そういう目にすることってあるじゃないですか、実家じゃなければ、うん、そういう変化っていうのはやっぱりあるけどね。でも行かない俺な、行く行かんっていうのはまあそのあんまりだから俺は触れないけども、そもそも政治的なことを言い出してもしゃあないから俺の活動で。だけど行く行かんっていうより、行った人が行ってない人にマウントを取るのはあんまり好きじゃない。行けよ行けよっていうのはあんまり好きじゃないっていう、だから俺あんま触れへんっていう
感じが、なんかその行ったから偉いみたいになってる感じたまりない、ネットの中では特に。なんか行ったやつってめっちゃ偉いみたいな、行ってないやつみたいな、もう日本から出ていけぐらいの勢いで来る人いるやんか、たまに。そこでマウント取んのはなんか尺やなとは思ってまうよね。俺は行っててもだからあんまそれを言っちゃうと行けよ系に聞こえるかなと思って、俺は言わんようにしてる。行かないのも別にそのだって義務じゃないから。それでだから罰金取るように法律を変えるように、じゃあ行く人が変えようとしたらいい。その人に言ったってそんな、その人はその人でさ、じゃあ分からんでもないけどね、それは期日前投票とかもいろいろ制度してくれてるから行った方がいいっていうことを曲げるつもりはないけども、まあ何かしらの理由があってで行けへんのかもしれへんし、あんまりそんなね、まあ本当取れることではないんじゃないかなって俺は思うんだけどね。まあ選挙カーにうるさいというのは、俺の方はうるさいからな、そもそも。だからあんまりなんていうのかな、触れることないな。でもな、選挙カーっていうと言うと、バーって回ってありがとうございますありがとうございますって言ってこう、ま、バーってこう回ってはる人いるやんか。回ってはる人ってさ、名前を教えるためにあれ回ってるのよな。別になんか政策を言ってないんだよな、大体あれ。立ち止まってなんかトークをスピーチをして聞いてるんじゃないのよな、あれ。ありがとうございますありがとうございますってなんで言うんかなと思って、何をありがとうって言ってるのかなと思って、俺いつも思うんだけど、何々ですありがとうございますありがとうございますって別に何もしてへんけど、誰も何に対してありがとうって言ってんのかなと思って俺。いやなんか見てください見てください見てください、何々何々でございますって言って分かるやん、まだ言って分かるよ、ありがとうございますっていうのが分からない、何もしてへんねんから別に。どっちかっていうとすいませんって言ってほしい、すいません申し訳ございません申し訳ございません。だってお前廃品回収者でさえ毎度お騒がせして申し訳ありませんみたいな、毎度お騒がせしておりますみたいなこと言うやんか、ちょっと申し訳ない気持ちがあるやん。そう、おりごとうでございますみたいな、皆さんの食品の健康を守るおりごとうでございますみたいなことを言ってくれたら、あ、そうね、守ってくれてるなみたいな感じはあるよね。だいたいほんで駅とかでバーってやってるけども、素虫されてる人めっちゃかわいそうだと思うもん。駅でなんか今日は俺が主役みたいな、助けかけてさ、こう拡声器みたいなの使って喋ってる人いるやんか、わーって一生懸命なんか政策を伝えて、ものすごい素虫されてさ、駅入っていくの見たらめっちゃかわいそうやなと思って、一生懸命頑張ってんねんなと思って思うわ。あれ俺5000円ありがとうございますって、あー5000円か、こう5000円って書いてる、あーなるほどな、頑張れよーっていう5000円な、手振ったりする人いるもんな、たまに。確かにあれはかわいそうやな。テレビ出たことあるよ、奈良テレビ出たことあるよ俺。奈良テレビ出てちっちゃい頃金魚すくいしてたよ俺、ニュースでなんか天理かなんかの夏祭りかなんかに行って、俺ほんま浴衣みたいな、青の浴衣みたいな着ておとんと金魚すくいしてるとこだけ擦り切れるまで見たもん俺 VHS。 それ小さい頃、これなお父さんとほら見てここって言ってずっと俺それ見せられたで、小さい頃やろ。天理教、天理教じゃないよ俺は。天理教っていうか、俺柔道をやってた時に天理って強いんですよ。だから天理教のなんかところ通ったりもしたことあるけど、天理教って結構どこにでもあるからな。奈良にも、奈良の天理にもあれば、なんかどっか違うところにもあるでしょ確か。関東にもあるんやっけ、なんかそんなもあんのよなあれな。めちゃめちゃ別のところにもいっぱいあんねんな。で YouTube 上げんの、あーいやもうないないない、もう VHS ないもん。もう俺の小さい頃は可愛いよそれは、もう本当にあれやもん。まあどう例えればいいかな、まあ少なからず、みんなが思う可愛いって思うもの何やろ。まあトイプードルとかとは比べ物ならんやったよな。まあ比べる対象としてはどこまでいくかな、可愛いものっていうか、まあシンデレラぐらいまではいってたんちゃうかな、やっぱり美しさっていう意味で言うと、ほんまそれぐらい可愛かったよ、ほんまに可愛かったと思う。食べてしまいたいと思って噛んだことあるって言われたもん、おかんに。すごいやろ、もう可愛すぎて
食べてしまいたいと思って噛んだっていう、病気やんな。それぐらいもう人を狂わせるほどの、うん、だからもう俺にもうちっちゃい頃からエステとか行ってたら、もう俺の肌は今もうほんまに透明やったと思うで、ガラス張りのみずみずしい、ほんまにすごい可愛い綺麗な子や思うで。今まあずーっとケアしてきたら、私が目に入れても痛くない、そう目に入れたら痛いけどね、さすがに、うん、痛い、それは。でも痛くてもいいっていうことやね、あれは。目に入れても痛くてもいいやね、ほんまは。そこはでもはっきりしてほしいけどね、目に入れても痛くないっていうのは、それはお前の頭がもういってしまってるから、脳の一部が欠損している状態だ、それはね。入らへんし、でも 入ったらすごいけどな、逆にジョジョの世界みたいにシューンって目に入れても痛くないだけでバーって右目ガー開いた、あのかなんか何あるやん、そういうナルトかなんかでなんとかシャリンガンでビャーンってやったらグー吸い込むみたいな、ギューってギューって目に吸い込んで、文字通り目に入れても痛くない。夏休み初日に風邪ひいたの、よかったやん、逆に夏休み初日で、それぐらいの方がいいよ、休めってこと言ってんのよ多分。俺橋本環奈って知らんねんな、よう言われんねん、橋本環奈だかーんなやろ、それ 聞くねんけど知らんねん、全然知らんねん。女の子やってことは分かんねん、でも多分アイドル級に可愛い女の子なんだろうっていうことは分かんねんけど、なんか有名な子なんかな、目から血が出るディオみたいに。ディオって俺不思議やねんけど、ディオって時を止めた時にさ、俺言ったっけこれ、マリオメーカーでザ・ワールドって言って時を止めた時にさ、ナイフを掘んねんけど、あれナイフ刺したらええんちゃうかって俺ずっと思ってんねんな。なんでさってナイフをさ10本も20本もババって刺してさ、そして時は動き出すって言ってナイフが刺さるようにすんのか分からない、刺しゃいやん、もうそこで思わん、そこで10本も20本も刺しゃいいねん、ほんなし勝ちやのに、なんで刺さへんねんと思わへん、なめぷやろほんまに。あれがちょっと止まってるから刺さらない、いやちゃうやん、だから持っといたらいいねん、その投げやんと、もう持って自分の、だからえそういうこと、ええでもえ壊せへんってこと、壊せへんってことなんか、物質を壊せへん、だから時を止めてるから壊れた物質さえも動かないってことか。ってことはナイフをもし突き立てても人体を壊ややこしすぎひんかややこしすぎひんか、そうなってくるのか。いやでも科学的に解消できないんだ、解消した方がいいよな、そこはな。そうか、刺すってことは人体に危害を加える、人体に傷を作るってことやから、時が止まっている状態で物質に変化をさせることができないと。いやでもナイフ自体は動かしてるしな、ここはなかなか難しいな。あでもこう面白いやろ、こういうの俺好きやねん。科教員は止まってる時にやられた科教員とじゃあもうごめん買ったわ、じゃあ買った、刺してよし、じゃあ止まってる時に刺してよしってことでいいね、じゃあみんなが時を止めることができたら刺してよしってことで決定、はい可決、じゃあそれはもう可決です、じゃあ先刺しましょう、じゃあ時止まってる時には刺して OK です、ね、丈太郎が止まった時の中を動き出したから刺すためには近づかなあかんやろ、そうそう、だからそのあの止まるもう動きが出せへん前に、あーそうかそうか、あの理屈でそうやったな、確かに、なんか合図がピクッと動いたから近づいたらまずいっていうことでナイフを投げたんか、そうやそうや、いやとすればもういいかそこはいやちゃうねん、そもそもナイフがな、なんで止まんねんっていうのもあってん、掘った時になんで状態の手前で止まるんだろうっていう、いや離した瞬間でナイフが手の位置に止まってんやったらいいんだけど、ちょっとだけ進むじゃない、ナイフ状態のところに、それはどうなんだろうと思ったんやけど、うせやん俺の負けか、あそういや俺の負けかっていうか、前の生放送でさ、なんかチュロスかチュロッキーかっていう話があって、でチュロスやみんなは、チュロスっていう食べ物でそれワイワイみたいな感じで言ってて、でチュロッキーって俺は言っててんけどっていうことを、とにかくまあ俺の負け負けみたいな感じで終わったのよな。ほな後にそれを調べてみたら、チュロッキーというものが売っていると、しかも今のローソンとかでも売っていると、チュロッキーという名前で、ですんませんでしたっていう人がいっぱいいたんよ。いやでもチュロッキーじゃないやろって俺は思ってんけどな、チュリトスじゃないけど、チュロキーはあったけど、チュロスが普通じゃないの、チュロスの言い方をチュロッキーと言っているのではないかなと俺は思うんだけどな。結局だから俺は俺の負け戦やと思って言ってたんけど、勝ってたみたいなことになったから、ちょっと
ややこしになったなと思って、謝るっていうか、まあ、俺は負けてんねんけどなって思って、違うチュロッキーって何言ってんだよ あんねんって、そういう食べ物かな、チュロスとチュロッキーは違うんかな、チュロスはな棒状のもので、チュロッキーはあの丸まってるやつとかそういうことかな。いや謝られて困ったなと思って、いやいや別にそれ俺が悪者の方がいいねんけどなと思って。チューペットはなんて読む、ワイワイさんチューペットはなんて呼ぶってないねん、チューペットやろそれは違うの、それはえそれはチューペットちゃうんか、なんて言うの、チュチュピチューペとか言うの、そんなんないやろ、えチューペットの逆はなんなん、もうそれが分からへんねんけど、ポッキンアイスっていうの、ポッキンアイスっていうの、あーそれは知らんわ、何ポッキンアイスって、どういうこと、あの真ん中でくびれでみたいなできてるやつのこと、おみんなポッキンアイスっていうの、え何ポッキンアイス、でもチューペットをなんて呼ぶのってこと、チューチューアイスっていうの、なんやねん、えいやじゃあ何もってことはもう何、チューチューアイスかポッキンアイスのどっちかに今分かれてるの、チューペットはもうなくなってしまったってこと、チューペット派もいんの、でも俺もチューペットって言ったことはないな、あれやな俺は、ごめんやけどちっちゃいからあれってしか言うとこないわ、あの長いの数ヘツとかしか言うとこないな、チュッチュボーっていうのチュッチュボーお前それは大人になって言いにくないか、ちょっとチュッチュボー買おうっていうの、あまりにもちょっと赤ちゃんに言ってるように聞こえへん、チュッチュボーって、チューペットそんな食うてないからな俺、ポッキンアイスっていうのはでもさすがにちょっと、ちょっとまあおじさんから言わせてもらうといささか問題があるんじゃないかなとも思うけどね、やっぱりさすがにやっぱそれをもうじゃあみんなの呼び方でいいじゃんって言っちゃうともうこれはねそれはダメだから、まあやっぱ審査員としては今のところポッキンアイスっていうのはさすがにどうかなっていう、何それっていう、なんかなんていうかな、悪いことしてる感じにも思えるしね、やっぱりポッキンこう骨が折れるかのようなこの擬音がね、やったらまだチュッチュ棒の方がええんちゃうかなと俺は思うけどね、まだ今審査員としてはチュッチュ棒決定させていただきたいけどね、チュッチュ棒ポッキンアイス何やったっけ、アイス何やもう忘れたわ、チュール派って何チュールはあるから、もう猫のおやつであるから申し訳ないんだけど、それはもうない、俺はそれやったら俺一個言いたいのは、ガチャなんていうあのこう100円入れてガラ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 って回したらポンって出てくるボールが出てくるやつ、あれなんていう、これは俺はあの正式名称がどうのこうのじゃないんであれば、もうこれは俺はもうガチャガチャや、あれをガチャポンっていう正式名称らしいんだけど、あれ正式名称ガチャポンらしい、ガチャポン、俺はガチャガチャって言うんだけど、ガチャポンが正しいらしいから、ガチャポン派は絶対にそれを言い返してくる、いやガチャポンだってあれは、だ書いてあるんだからと、その説明書にガチャポンって書いてあるんだからと、ガチャガチャっていう、あら、そう、みんなガチャガチャ多いな、ガチャポン、ほんまガチャポンやねんあれ、あ、ガチャガチャ派多いな、みんなはあれやろ、お母さんのお腹からガチャ生まれてきた、私ってあんたなんかあれやで、ガチャガチャで出てきたやでって言われた世代やろ、多分そういう世代の子いいね、前なんか聞いたもん、これコメントかなんかで、こガチャガチャから出てきてんすごない、ものすごいお前費用対効果いいやんそれ、ガチャガチャから人出てくるって、もうこぞってするんちゃう、じゃあそれこそユニクロとか島村とかでも、もうその飲食店でガチャガチャ作ったんやんな、で結構いいねいいねいいね、ほんまにいいね、おいなんか橋の下っていう人、橋の下から拾ってきたって言われるやろ、ちゃうねちゃうね、もう最近の時代はガチャガチャで出てきたって言われてんねん、ほんまやねんって、ガチャガチャで出てきたっていうやついんねんって、いやマジやって、あそれを知らんのかみんな、もうお前何時代のニューウェーブについていけてない、もしかしてみんなって、え違うね、もう最近の若い子らはガチャガチャで出てきたっていうのがもう凌駕してんねん、橋の下から拾ってきたがなくなってきてんねん、ほんまいるよな、えこん中にいるって、いやいるって絶対ガチャガチャで出てきたやつ、
出てきたやつって、でいやほんまやって調べろっていやマジで言って、しかもお前なんかに関しては山で拾ってきたとかもうリアルすぎるからやめとけって、ほんまやと思われるで、お前の場合は橋の下っていうところにリアルを感じるからまだいいけど、山で拾ってきたなんてお前も完全にもう息されてるやんそれ、ほんまやほんまや、引き出し開けたらおったって言われたお前不法侵入か、お前じゃあ入り口不法侵入でやってきたやな、そりゃびっくりするよお前急に朝起きて、あ俺今日仕事行こうと思った時に引き出し開けてお前おった、俺びっくりするわ、それをじゃあお前の親は養子に入れたってことやな、大変やな、めっちゃちっちゃかったんかな、その時もしかしたらめっちゃちっちゃかったんじゃん、もうほんまに見えへんぐらいのちっちゃい、これだからほんまにジッポぐらいの大きさやったんじゃん、ジッポぐらいの大きさやったんこれどうしたらいいのこれ、それお前をどう育てたらいいのこれ、大変やな、これなんかあれかそういうなんか卵みたいに温めんのかな、温めてって言ってお前大きなったんやな、ほんだよ感謝せななお前、人一倍苦労されてるわその親御さんは、じゃあ裏山から転がってきたん いやもう そうなってくるともう事件やで、ほんまに君たちそれもう事件やで、いやそれガチャガチャちゃやん、だからそのガチャガチャから出てくるとか橋の下で拾ってくるとかなんか桃割ったから桃太郎みたいな、それはまだメルヘンの世界でまだ成り立つやん、現実的じゃないもん話が、裏山から転がってきたっておむすびちゃうんやから、そんなんだからもう事件やでそれほんま、今お前もうこのコンプライアンスから叫ばれる世の中でびっくりするな、コウノトリが、あーコウノトリが運んできたってやつ、あーそれは結構みんな言われてるらしい、最近はメルカリな、メルカリでこうだってこと、あーでもそれはまだ非現実的だからまだいいかな、それは知らんわ俺そんな、ロッカー開けたいたっていうの、それはもう閉めるやろだって、おーそれはすごいな、俺はでもそうやったな、あとはなんか俺が前に聞いた時におったのはあのゴミ箱の中におったっていう止まった、なんか何やったか、それなんどこのゴミ箱かは知らんけどゴミ箱の中におったってやつもおったで、お前はゴミ箱の中から拾ってきたっていう人もいた、もうそいつに関してはもう捨てられてるからな、だから確実に1回捨てられてんねん、何者かに、それがすごいやろ、それでゴミやねん、1回何かに何者かにその親以外の何者かに捨てられてるっていう、すごいやろ、これはやっぱりすごいなと思うわ俺、あロッカーもあんの、ロッカー開けたらおったってやつ、ロッカー開けたらおったってなった場合やっぱりそれは500円なのかなとか、やっぱそこ気になってまいな、駅のロッカーなんかどうなのかとかな、あお前ユニバーサルスタジオジャパンとかのちっちゃいあんなお前貸金庫みたいなロッカーの中に入ってるとなってくると、今度は話がまた盛り上がりを見せるやんか、おっとと、それはもう我々としてはなんとかちっちゃいその子がね、 赤ん坊がそれこそゆらゆら揺れるようななんかな、エスパドリューやそれこそそのなんか縫われたような感じのなんかピクニック行く時のカバンみたいなのに毛布と一緒に入ってるみたいなイメージがあるやん、だからことはまあ500円っすわそれは、だからボストンバッグが入るぐらいの500円のロッカーのとこパーを開けたらおったらわかるけど、そんな貸金庫の中にお前入ってるとなるとそれはすごいよ、そんなんもうペン転がしてた、もうだから一寸法師の世界もんな、だから一寸法師ってことかな、じゃあ大きなったん、お前寝てる間に大きされてんじゃん、じゃあお前じゃあ寝てる間に大きされてんねん、お前あの内出の小槌で、だから自分寝てるか分からへん、ちっちゃちっちゃでほんまタバコぐらいの大きさやったくせに、それが寝てる時に内出の小槌お母さんが知らんうちに毎日一振り二振りぐらいして、ほんでなんとかそこまで追いついたんやん、やったな、そう考えたら多分もう一生暮らすのにあれせえへんで、困らへんで、サンタさんがくれたとかもあったん、モンボで捕まえたってポケットに入ってたってねそれお前万引き犯の言う言葉やでそれポケットに入ってたらやばない、さすがにそれはちょっともう完全にそれお前出るとこ出てやられるからな、まだ裏山から転がってきた場合に関してはちょっとすみませんでしたということで、まだ民事的なもんで終わるかもしれんけど、弁償だのなんだので、完全にポケットに入ってましたわ、もうそれはアウトでしょう、
へえ、おい、サンタさん信じてたよ。もう当たり前やん、サンタさん信じてたっていうかいるからな。とも、ほんまな、お前今これで見てる子いんねんで。それでも、それでなくてもお前小学校中学校でな、まだ入りたての子がお前見てるとに、そういうマジなデマを流すやつがいんねん。これデマを、サンタさんがこの世の中にいないっていうやつがいんねん。もうな、頭がどうかしてるってマジで。それはちゃんと現実見た方がいいって、サンタさん。もうほんまにな、お前、え、俺小さい頃にサンタさんにお願いしたやで、ほんまに。いや、俺、え、自分らもしたやろ、サンタさんに。俺、おかんに言われたもん、サンタさんにお願いするから、そのこの紙に書いてきてって。ほんで、私今度市役所に持っていくからって、その紙をサンタさんのとこに届けるから、この紙に何が欲しいか書いてって。俺書いたもん、それに。ほんでそれが紙渡すやん、おかんに。ほんで、おかん市役所持っていくやん。ほんで来たもん、俺に。俺にサンタさんに欲しいもんって言って、欲しいもんが来たもん、チョロ Q のレース場来たってことは、ってことはほら、サンタさんいるってことな、ってことはいんねんって。結局いんねんす、いるんすわ、それは。やっぱりだ、いるから来てんねん。だって俺サンタさん宛てに出してんねん。ほんで、おかんもわざわざ切ってはって、お前そんなもんどこに飛ばすかもしれない、お前ものすごい高いで、切って言うたら。それをお前、おかん市役所まで行って出してんねやから、それお前、それでお前いい日って言われた日にや、お前せやろ。俺ずっと星の方に向かって、お願いしておいでって、11時に俺寝るから、11時寝る前になったら、あの、お願いしておいでって、サンタさんお願いしておいでって、お母さんも一緒にお願いしたるからって言って、いつもおかんと。ほんで手合わせて、ほんでその黒い空よな、星空に目開けてお願いすんねん。何お願いしたんって、何サンタさん何お願いしたんって。いや、あの、あれ買うてほしい、ポケモンスナップが欲しいねん、ポケモンスナップが欲しいねんって言ってお願いしてん。そうか、サンタさんにきっと届いてるわ。来たもん、ちゃんと、ちゃんと来たもん。だから、ちゃんとやるべきことやった、来たもん。俺ポケモンスナップな、もう22には来てたで、はっきり言うと。もうこれは裏情報やけど、これあんま言わんといて、みんな。22には来てた、うちの家に。もうぶっちゃけたら、俺だから、そのなんて、引き出しのところに見つけてしもうて、そう、もうサンタさんもすでに22の段階で、もう一旦ここに絶対に来るように置いてあったんや。ああマジか思って、これを24寝てる時に、ちょっとでも遅れたらあかんから、俺に24寝て25で起きた時に、これちょっとでも俺の枕元に遅れたらあかんから、もう前段階ですでにこう事前にちゃくってんねやと思って俺。あマジかと思って俺。てか、そこまでちゃんとしてんねえで、サンタさんを。なんでお前らはそのサンタさんを卑下できんねんって話、マジで。そこがもうサンタさんの側の立場に立てっていうこと。せやろ、そう考えたら、何を偉そうにサンタさんがいい日なのだの、なんだのな、だから公平になってんねん、お前ら。だから公平になって、それサンタさんがお前な、もうそういうことやねん、まさに。俺はあれやもん、もうお願いせえへんって決めたもん。もう俺サンタさんに迷惑かけたくないって。俺がもしお願いしたら、ただそれでも来ようとするやん。やっぱ俺は一生懸命空に向かって、なさんお願いしますって言うて。だからサンタさんにもこれ以上手間を煩わしたくない。俺もそのサンタさんの仕事がどんだけ大変のか分かってるから、だから俺頼まへんなって。もう何歳まで来るとかはない、もう68でも来たって言われてる、一応聞いたところによると。うん、最後その68のおじいちゃんは、あの、あれやらしい、天国に行きたいって言ってお願いしてたらしい。行けたって、行けたってよそういうお願いを叶えてくれる存在でもあんの、サンタさんは。ってやろう。いや、サンタさんはいんねん、実際。一人かどうかは俺は知らんけど、でもサンタさんは実際いいねん。もうみんなちゃんとみんなに来てん。それをもうほんま、もうデマを流すなって俺は言いたいね。俺そういう政党を作ろうかな、 NHK を潰すとかそういうことじゃなくても、サンタさんはいるって言い張るのと、作ろうかな、いるってって言って、ずっととにかくいるってっつって、そういう夢を与えていこうよっていう、そういうことだけ言うと、もう政治活動一切せえへん。もう議席とか別にいらんわ、持っていくわこっちからパイプ椅子。そうやったら、そうやったらいいやろ。俺の議席を用意できひんってやったら、俺パイプ椅子持っていくから。じゃあそれでなんとかお願いしよう。俺メルヘンってか、事実を伝えようよっていうことやね。俺はそれ NPO 化して、あ、もう今プレゼント引き出しに入ってるまである、いいやん。やっぱりそれね、やっぱそういう夢を持ってね、サンタさんに。そしていつかは僕もサンタさんになれればいいなって、サンタさんみたいになれればいいなってね、そう思って人っていうのは生活していくんだ。
いずれ家族を持った時にうちの子にもサンタさんが来れるようなまっとうな生活しなあかんな、自分もいつか世界中の子供たちに夢を分けてあげたいられるような子にならな人にならなあかん、サンタさんに自分もならなあかんな、そういうことやね、そういうことやん、素敵やんそれは、ええね、そういう風にしていかないと、そこが大事ですよ。もう小さい頃からねそういうの言ってましたよ私は。なんでっていうの多かったか、これなんで海の水は塩辛いんですか。うちの母はね、お魚さんが一生懸命働いて汗水垂らして働いてるから、だからその汗で塩辛いんだよ。でも俺は調べて、だからお魚は汗をかかへん、お母さんは嘘ついてると、私は先生に聞いてん、今度学校の先生に聞いてん、どうしてじゃあ 塩辛いんだと。だからなんか昔の話をされて、なんかわからんけど昔になそういう童話があって、なんかし何でもなんか すりゃするだけなんか欲しいものが出てくるすり鉢みたいなのがあんねて、でそのすり鉢である人はお米を出せ、お米出ろお米出ろって言うたら、そのすり鉢回してたらお米がバン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 出てきて、その人は裕福に生活したんやって。である悪い人がそれをもうそっか取っていったやって、そのすり鉢をバーって盗みよったやって、ほんで踏みまで出てもうこれなら取れへんっていう時に、自分はなんかご飯食べたいなと思って、それで塩を出ろ塩を出ろって言ってすり鉢を回したんやって、塩を出ろ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 って、で回し続けたら今度塩が多なっていって、その塩が出んの止められへんなってしもたんやって、もうで止められへんなってしもた、あー止められへんなってしもた。今でもだから海の底で塩が出続けてるんだ、そのすり鉢の塩が出続けて、だから海は塩辛いんだよってな、というふうに俺言われて、じゃあそこを特定すべきだって俺言ったもん、ちゃんと先生に。だから俺はその事実無根なことはもうはっきり正していくけどね、うん、そうやって言うんならその元を正すべきだと俺は思うって、そこの部分の塩を早く止めなければならないって俺は言うたもん、それを、うん、そういう話があんねんけど、そういうふうにしてあかんな、これは間違うてるなってことは間違うてると言う、俺はサンタさんはいる、でもそこのとこはもうその議論をそういうそこですり替えちゃいけないね、うん、初めて聞いた、そういう話があんねん、まあほんまは止まるらしいね、その止められるらしいね、ちゃんと節理はある人がこう止める、その逆に回したらすり鉢を逆に回したら止められるらしいんだけど、そいつは盗んできたもんやから、止め方とか知らんまま盗んできた、こいつはなんか願い叶えられんねやなんぼでも言うて、ほんで塩出ろ塩出ろって言うたら止め方を知らんかったから塩出続けてるみたいな、そういうね、ああそういうな、人から物を取ったりしたらダメだよっていう童話らしい。岩のナトリウムが溶けて塩になるの、あそうなん、お化けは信じてない俺は、俺はもう信じてないね、なんか信じてないというか、うん、まあ、見たことがないから信じる信じないの前にっていう感じかな、別に拒否は否定はしないよ、いないとかっていう否定はしないけど、でも見てないからこういるとは言えないっていう感じだな俺の場合ね。おかんは見たとか言うけどね、うん、おとんも見たって言うし、みんなは見たことあんの、俺はね見たことがないから、その言いますということが信用できひん、信用できひんというか自分を信用させることができひん、もし俺がいるって言ってもそこの部分怖がりやけど、そうそう怖がりやけど、怖がりっていうかやっぱさ理解できひんもんがおったら怖いや人ってと思うねん、理解できひん雲とかおったら怖いやろ、でもそいつが全然毒がない有毒なもんじゃ全くないと思ったらなんかちょっと強気に出れるやろ、ま、もう勝手知ったる雲ならばまだそこの部分、逆に言うとスズメバチとかは知ってるけど怖い恐怖があるやん、その危ないからそういうのもあるけど、全く知らんもんはやっぱ怖い。温泉いたん幽霊と、マジでデヴィ夫人ってデヴィ夫人とかってどういうこといや確かに俺はデヴィ夫人のことは何も知らんよ、確かに知らんよ、知らんけどそういう人間という生物で言うと一緒や、一応あれ人間じゃないの、あれは幽霊だあれ、いやそこで急にデヴィ夫人とかって言われてもそれは知らんけど、それはちょっと違うんじゃない、やり玉にあげるもんが違うんじゃない、一緒にされたら。でもデヴィ夫人っていうダイレクトメールしちゃうやつもいるよ、毎日でもないの、最近あげてきょうらへんけど、何々してるのよあーたみたいなことを言ってくるやついる、妖怪人間なのかなあれ、
妖怪人間っていうか、なんであんなに光当てへんかったら維持できひん皮膚なんかなあいつらって。年いった女優って絶対に前からものすごい光当てるやろ。あれな、レジンみたいなことやと思ってんねん俺その謎は一つ解けてん最近。レジンやと思ってんねん。デヴィ夫人の顔とかさ、なんかもう亡くなられたけど、なんとか園子さんとかいたやん、鈴木園子さんやっけ、なんかめちゃめちゃ顔白い人がいいんで、もうニュースキャスターとかでもピッカー光ってる。あれな、レジンやねん、顔がレジンでできてんねん。だからあれな、なくしてまうともう溶けていってしまうねん。だからさっきちゃんとその紫外線をそこに当てて固めていないといけないんだ、あれ。だからやねんなって俺そう思ってん。あ、そっかって それでやっと納得いってん。そういうことかって。だからあんな白いんや、レジンやから固まってな。そう、あ、そうなんやって。うん、俺も、うん、そう、上沼恵美子もそうそう。上沼恵美子はまああれは違うな、あれはなんかあれはね、ココナッツパウダーみたいなの塗りすぎただの。なんかあれも絵画、あくまで言うと絵画、一回なんかオフホワイトを一回キャンバスに塗りますの状態がちょっとあまりにも強すぎるわ、あの人は。あれは光っていうよりはな、もうすごいもんな。真っ白のキャンバスに顔描いてもあれなんで、多分上沼恵美子上沼恵美子真っ白なキャンバスにあの人の目と鼻と口描いたらあれになるで、多分。ほんまそれぐらい白いからな、あの人は。すごいと思う。車の色でも上沼ホワイトとか言ってやった方がいいと思う。パールホワイトとかじゃなくて、車のあれやん、なんか車の色どれにされますかって、ブラック、ブルーで、イエロー、パールホワイトみたいな、そういうの、上沼ホワイトみたいな、それぐらい白いで、キラキラで、それぐらい白い、ちょっとラメ入ってますみたいな、キラキラのやつ、上沼ホワイトっていうね。な、ということやねんな、そこ、っていうことなんですよ。私はでもそれ納得いったなって、最近は思ってますよ。で、思ってますよっていうか、まあ、怖いものっていう話やけどね。理解できないものはやっぱり怖いかなって。だからある意味男性が一番怖いと思うのも女性であって、女性が怖いというのもまあ女性なのかなっていうのもあるんですよ、ね、なんか女性は怖いなっていう。もしかしたらそれはなんかこう見せない一面があるのかもしれない、ね、松崎しげるは違うやろ。あれはなんかあれじゃないの、なんか黒糖かなんかじゃないの、多分黒糖かなんかやと思うよ。トラウマの怖い話、何、トラウマの怖い話、何やろトラウマの怖い話って。トラウマってなんかあるかな、トラウマな、トラウマって言われたら難しいな。そんなにずっと頭に残ってること俺ないな、まあ、人間は怖いな、そやな、うん、なんかいやない、トラウマっていうわけだけど、般若の面はちっちゃい頃怖かってん、ずーっと怖かって、それは今でも覚えてるわ。その CM はなんか JT みたいな感じの CM はトラウマ、でもあれはトラウマって言うんかな、そこまで嫌やったっていうことないな。まあでも、うん、トラウマって言ったらあかん、あかんっていうか変やけど、あれやと思うわ。その自分の過去の話で言うと、例えば恋愛とかっていうことはやっぱ覚えてると思うね。そういう辛いじゃないけど嫌やった思い出とかは。トラウマっていうと、例えばやけど、そのあれやろ、虐待に遭ってたとかそういうことやろ。あんまないなあ。なんかでかい人形は怖いとかな、そういうことか。追いかけてくる犬な、犬が怖いっていう人もいるよな。追いかけられた、噛まれたとかっていうことやろ。でかいやつは怖い。でもあれは別に何かがあったわけじゃないねん、俺の場合は。元から怖いねん、でかいやつは。でかいやつっていうか、一番怖いのは、見せようか、仏像大きい。うわ、もうこんなんとかマジで、もうほんまマジ潰せって、もうこれなんか知らんけど、うわ、鬱陶しい。この写真とかマジ Google 絶対削除すべきやと思う、これ。もうこの写真とかもうむっちゃ怖いねん、これ。これ分かる人いいひんかな。もうむっちゃ怖いねん、このトークの感じ。ここにおったら怖くないねん、多分。ここにおったら怖くないねん、俺。この遠巻きのこの感じもむっちゃ怖いねん。でもちょっと怖いもん見たさで見たなるよな、俺。もうこの感じがめっちゃ怖い。もうこの今にも動き出しそうなこの感じ、あれがもうなんか鳥肌立つ。もうほんまに怖い。
動き出しそうなっていうのがもう一番怖いね。これはで何かわからないですけど、どこの何かわからないですけど、世界中にこういうのがあって、うわもうあかんわ、もう見てられへんわ、いや絶対動かんとか言って、お前ほんまな、動いた時マジで目にもの見てるよお前、絶対動くから、俺もうせでも決めてんねん、多分もう東京オリンピックまでにはないわ、でもまあな、もうあと5年か6年ぐらいしたら絶対動く、あれもう分かってんねん、一斉に各地で一斉に動くから、ダーンでいきなりずーって、もうあまりにもこう地球を冒涜した罪で人間が、あいつらダーンダーンってキヤーって言って、まあ、自衛隊とかダッタ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 ッって言って、自衛隊バーバラ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 ってヘリコプターで来るけど勝てへん、一切勝てへん、めっちゃ強いから、そんな思ってるよりも鈍足じゃないから、めっちゃ速いから、ダッタ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 ッって、あの棒とかも普通にクンフーぐらいでこう振ってくる、もうそれぐらいでやってくるんで、でついでっていう感じで PL の塔も動き出すね、バーってなんか分からんけど、同じような東京タワーとかもバーってなんかついでにピャって、あ俺じゃあ俺も行ってみようかなみたいな感じでガーッとこう全部がバーって、ただもうみんなが人間を滅ぼすためにガーッと滅ぼしていく全員、ガンツなんそれ、いや俺ガンツ最初しか見てないから分からんけど、面白いじゃなくてそういうことやねん、もうそれがいらんねん、そのなんか高速道路上だから変に中途半端になんかその店のとこに大きななんか大きななんか電話とか置きよるやろ、ようわからん、会社の屋上に大きな電話、あのなんていうのなんかわからん、仕事してますみたいな感じなんかしなきゃ電話バーン置いたりしてるやろ、あれとかがもうあかん、あれとかは結局のところこいつらが電話するために用意されてる道具やからな、あいつら敵の道具やねん、あれにしかならへんねんね、お前使えへんねんか、だってそれビルの屋上にそんなクソでかいお前何十メートルもするそんな電話バーンそこに黒電話バーンってそこに置いたって使えへんやろ、ってことはそれ誰が使えるの、いや巨像でしょってこと、それは巨像が使うことしかできへん、その電話は、ってことは巨像側の立場になってるってことでちょっと話しててちょっとこいつ狂ってるなと思ったけど、で要するにそういうこと、うん、だから変中途半端に大きい、そうカニ道楽のカニとか置くなっていう話、中途半端に大きい動き出した時責任取れんのかっていう話、俺がもしカニ道楽に行っててあいつが急に動き出した時責任取れんのかっていう話、俺が追いかけられたら抑えられるの、抑えられますか、カニ道楽の店員さんがあれだけ大きなカニを抑えられますかって、いいえ抑えられませんって動くから、それが動かそうとしてなくても動くもんは動くん、それはもう生きとし生けるもん全てそうやねん、そんな思い通りにはいかない、全てマネキンは怖くない、大きくないから、やけどもう横になゴリラがへばついてるとか、なんか中くらいの ガンダムみたいなやつあるやん、フジテレビの前とかガンダムとかガンダムバーンって、お前ガンダムなんか動き出したしね、お前そんなもん連邦の白い悪魔って呼ばれたやつがお前蘇った時にどうすんの、どうすんのそれ、そのお台場は一体その守ってくれんたらいいけど、お前連邦の白い悪魔、地球に対しても連邦の白い悪魔やってみよう、お前もう手つけられへんぞ、あの大きさでもぐわー飛んで燃え上がれ燃え上がれやで、地球燃え上がれ燃え上がれ、ビビ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 撃つか思ったらもうなんかビームサーベルみたいなギュン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 振って、お前もうそんなんなったらな困るやろ、別人28、いや大きさによるよ、だからそのちっちゃいやつはもう全然怖くないよ、恐竜も、うん、まあ恐竜はでもそんなにそれはおったら怖いけど、ゴジラぐらいまで大きくないとあんまり怖くはないね、ゴジラが俺の中で一番怖いね、もう怖い存在ね、あの山あいの谷間から出てくるゴジラが一番怖いね、俺いつも思うね、だから遠巻きに、いや奈良って盆地やから全部だからそのまあ、お盆みたいな感じなんですよ、全部最後には一括りにしてあの山で囲まれてるんですよ、その山のいいところからゴジラが来たらどうしようって俺ほんま月に多分2回か3回は考えてるで、どこに逃げるかっていう、ものすごく危機回避能力高いから、もし西方の方からなんか西の方から来たらこっちに逃げような、もし北の方から来たらこっちに逃げようって、その場合実家を通って親に連絡しようとか、そこまで考えてるもんちゃんと。ゼットンは無理、ゼットンはあの攻撃するほど腕が短いまずゼットンって別に強くない、強くないっていうかあいつは
おお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 とか言いながらなんかピョって消えてピョって飛んでくるっていうだけで、あいつ自体歩いてるとこなんか見たことないから。よう分からんけど、あっちにおると思ったらあっちにもおる、あっちにおると思ったらあっちにおるみたいなことしようっていうだけ。あ、シンゴジラもいらんな。わかるわかる。セットもめちゃくちゃ熱いの。何それ。Z ってその体温的な攻撃能力を持ってんの。そのバッて触ったら。あ、そうなん。すごいな Z って。あ、そうなんや。触ることができひんねや Z って。わ、それはすごい。俺初めて知った。 Z 熱いんや。うわ、コロッケみたいなことやじゃん。もう揚げたてのコロッケみたいな存在なんや。そりゃウルトラマンもな。ウルトラマンって、まあ、詰まるところ肉弾戦やからな。肉弾戦で弱った相手をスペシウム光線とかするってことやからな。そりゃそうか。確かに大仏嫌いなのに、なんで大仏の、大仏嫌いではないの。大仏は部屋の中にいるやろ。だからああ見えへんのよ。ああいう風にこう他の景色と対比して見れへんのよ大仏って。部屋の中におるからもうほんま間近にいかんと見れへんの大仏ってね。ほんだら怖くないのよ。もう足元にいたら怖くない。あの遠巻きに見えるのは怖いね。もうその霞がかった向こうの方のもうあれがほんまに怖いね。キングジョーなんか全然。キングジョーって何やの。キングジョー知らんの。キングクルールしか。キングジョー知らんわ。キングクルールとかもまあ怪物やけどね。確かに怖いのは怖いけど、やっぱ人間が一番怖いしねやっぱり。うん、正直先端恐怖症ではないな別に。俺それは分からへん。ほんまに怖い人だから俺が言ってるような感じやねんな。先端恐怖症の人はもうほんま鉛筆とか見てたけど、でもそどういう風に言うんやろな。あれな、刺されたらどうすんのっていう風に考えの。全部先が止まってるもんはもうこれ刺さったらどうすんのってことで考えねんやろ多分。あ、集合体恐怖症っていう人もいるな。それが分からへんな。どういうもんや。例えばどういうものが怖いんや。建物でも動きそうなものは怖い。ハスコラは怖いとか気持ち悪いな。ただただどういう目と目の間グリグリしたくなる。何目と目の間グリグリしたくなるって。あ、ハスコラが集合体ってこと。あ、恐怖なんねやあれ。気持ち悪いじゃなくて。え、じゃあえ、そのさ、じゃあニキビでボコボコしてる人とかもう怖いの。もうニキビでボコボコもうデコとかもうボコボコしてるやついるやん。たまにほんまになんか田舎の整地されてない道みたいなボッコボコのあれも怖いね。やっぱよく見て、よくよく見たら怖いの。あ、イクラとか、そうそう、イクラとかキャビアとかそういうのも怖いの。よう見たら怖いの。怖いねんって。かわいいな、なんかかわいいね、なんか怖いっていう、怖いっていう字ってかわいいな、なんか知らんけど。ちょっとな、怖いとかはないけどキモいよな、ブツブツは。じゃあもうハエの目とかもやっぱ怖いんや。ババババって。あ、柿の種は？ほんまや、柿の種とかを柿の種だけ集めた場合はそういうのも怖いな。丸じゃなくても怖いな。怖いんかな。いやでもな、何が怖いか分からんけど、怖いもんはもうほんまに怖いねんで、多分こう集まってたら。キャビアとかもやっぱりよく見たら怖いねんで。なんかあのさ、丸いさ、ダムあるやん。丸いダム、こうダムの真ん中に穴が開いてるみたいな、そこでズボーってこうへこんでいくダム、ああいうの見て怖いっていう人いるもんな。あれなんて言われたっけな、何丸いダムって調べて出てくるかな。丸いダムなと。ああいうのもなんか怖いっていう人は、あ、こういうの、こういうのも、それをまあ見せんのもどうかと思うけど、こういうね、なんかこういうダムが怖いっていう、こういうのが怖いっていう人いね。もうこの感じがたまらなく怖いっていう。これいい品？怖い？これ怖いっていう人いい品？たまに。これなんかね、わからんでもないね。でも俺言ってることわからんでもないね。なんか、どっかその気持ちがさ、これな、どっかその気持ちがそそられるところはあるわ、確かに。うん。じゃあ分かる。でもやっぱ怖くないもんからしたら全然怖くないやん。こんなん別に水の流れやん、所詮は。そうだから俺もそうやねん。そのただの建物やんって言われたらしまやねんけど、全部で怖い。もう怖いな。集合体っていうのはな、気持ち悪いが勝つかな俺は。でも宇宙が一番怖いの。宇宙の写真が怖い。あのサメ、俺サメも怖いで。
でかいサメ、でかいサメに食われそうな写真あるやん、なんか ああいう深海も怖い、深海っていう感じ、なんかもうほんま深い深い、なんかもう底が見えないぐらい向こう側が見えないようなやつ怖い。海のクソでかい魚の影、なんかさ影っていうかさ、ダイオウイカとかでもさ、もうほんま納得のいかんぐらいでかいなんかものがいて、でも海の底も見えん、上も奥も限りがないっていう、あの状況は怖いよな。よう撮ったなと思うもん。海が、あ、俺でも海のトラウマはあるかも、確かに。それでトラウマやわ。俺海にビーチボールを、あれ、だからなんかデートチックな感じで付き合ってる女と、でそれ含めた友達 4,5 人で海に行って、でビーチボールバー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 してて、何おもろい瞬間にしないけど、バーンビーチボール向こう行って、あ、取ってきたら言うて、俺クロールでビュンビュンビュンって、俺の取ってくるスピードとビーチボールが沖に流されるスピードがほぼ等しかったん。一生懸命こぐねんけど全然追いつかへんねん、ビーチボールに。いや、と追いついたと思った時にはものすごい泳いでもね、 100m 泳いだ、あれ、こんなにかと思って、俺な、これもうビーチボールをつかめへんかったら俺死んだと思ったの。帰り道のだから神風やってん、俺もう神風でビーチボール取りに行った男やで。俺もうこれはこのビーチボールの浮力に俺任さん、だからビーチボールがもし何かの拍子に俺が触り方間違えてバーンって破裂したら俺死んでたんだね。今ここにはいい日、そう流されてんねん、俺も流されてるけど全然泳ぐのがスピードが遅すぎるから、そこにすぐそこにあったのに、ほんまにすぐそこにビーチボールあったんやで、ほんまに。俺がだから下足につくぐらいの距離にあったのに、それがどんどん流されて、俺遅、あまりにも遅すぎて、古軍が神風ビーチボーラー、そうそう、もうなんとか帰ってきて、はぁ、よしやろうか続きみたいな感じでちょっと生きて、俺ビーチボール取ってきたでみたいな、お前らのために俺ビーチボール取ってきたでみたいな、多分待ってる側としては全然追いつかへんのと思いながら多分見てたやと思うで、もうあれ、あいつ全然追いつかへんのビーチボールにって思いながら多分ずーっと待ってたやと思うで、一生懸命俺泳いで、一生懸命最後もあのなんていうのビーチバンみたいな感じでビーチボールして帰ってきたもん。亡くなる人多いやろ、いやほんまにあれやめた方がいいで。ほんで俺はなんかプライベートビーチみたいなところじゃないけど、プライベートビーチじゃないけど、なんか岩と岩の間みたいなとこで人少ないしここにしようぜって言ったから、ライフセーバーみたいないい品買ったから、もうほんまに怖かった、あれだけはもう。いやだから思い、それ以降海で泳いだことないもん俺。だから別れたんか、いやだから別れたんかじゃないよ、それはまた別の話やん、うん、そうあれやろ、駅のホームでバッドデイ聞きながらのやつやろ、せいであれもうだから俺嘘じゃないからな、ほんまにバッドデイが流行ってて、雨降る中俺どうしようかな、男やったら分かんねえって、でもこの気持ちはほんまに、こうなんか自分が振っといてもな、なんか未練があんねん、なんか実はぽっかり穴開いてるのはこっちの方やねん、そこでサクッと切れへんとこは何かしら、その尾を引いた部分を整理したいねん。だからはっきりもう切ってしまうっていうことが自分の中でもうなんか変に自分の整理がつかへんから、相手から切られるか相手からもう一回やり直すかどっちかにして、まあ折れた骨がくっついたらもうちょっと固くくっつくみたいなね現象を生むか、もしくはもうさっぱりともう今なんか首の皮一枚つながってるものも切ってくれという意味でね、僕はそういう風に連絡をもう一回だけやり直してみいひんっていう、即帰ってきたもん、いやいいからってほんまあの時はほんまにもうほんまにね、俺割れたんちゃうかな、あの駅の支柱、俺多分あの時に俺の右拳振り上げてたら、多分あの駅の支柱は俺多分壊せてたで、一瞬で帰ってきたもん、めっちゃ迷ったのに、こっちはめっちゃ迷って、もういやでも今送ってもなって、ずっとそれこそイヤホンで俺バッドで聴きながら、 iPhone 出たての頃やん、 iPhone で初めて入れた曲やん、バッドでずっと聴きながら、ああどうしようかなどうしようかなってな、そうやってやってたのに、雨降ってるからな、なんかそのいろいろこうなんていうのかな、学校も行かんとさ、そのなんか行き当たりというか八方塞がれてるわけよ、雨やからもうどこも外に行けへんから駅しかなくてみたいな、学校も行きたないから学校にも行かへんけど、駅から戻ったらもうな奈良に帰るだけやしみたいな、そういうどうしようかな、んでじゃあいやもういいから、あーさパラバーデイやテイケワンダウンって耳に流れてて、もう俺初めてやったんちゃう、ドラマみたいにパッて上を見上げて、いやこの涙は雨やって俺を言い聞かせたもん自分に、いやこれは涙じゃない雨やって、貸さなかったから
お金もなかったし傘もなかったから、花束で You take it one down って聞きながら俺もポタ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 って顔で浴びながらバーって歩いたもん。なんでか知らんけどどうかを歩いたよ俺バーって、うん、そういうのはあんねん。切れへんやろ、より戻すわけじゃなくてなんかこうブサッと切れへん時あるやろ。俺それしたよ。その時の自分も本当になんかもうその時の自分を覚えておきたいっていう感情なんか分からんけど、もうこの憎しみじゃないやん、なんかそのなんていうね、だってさ一生懸命考えてやっぱりより戻さへんって言ったら3秒後にいやもういいからって言われたらさ、もうやり場のない気持ちっていうかな、言葉で言い表せない気持ちをやっぱりなんていうか、あれがやっぱりね口からじゃなく、やっぱりそれは腕とかでもなく、やっぱ目から出んねんな、ああいうものは目から出んねん。最後に行き場のないものが凝縮されて、でそうもうバーってもう上を見て今の自分をもう恥ずかしめようっていうことでずーっとそれをしてたわ。奈良県民がそんなドラマみたい、いやしたよ俺好きやもんそういうドラマみたいなこと。俺そういうラブでもないな、なんかその切ないの好きやで俺、切ないな、なんかでも叶わなかったの方が好き俺。なんか大体映画とかってさハッピーエンドで終わるやん、まあ、あんまハッピーエンドで終わるのはちょっと逆にしらけちゃうの。もうでもダメだったっていうのが好きやねん。でも例えばゴジラを倒そうとしたけどでも倒せなかったの方がちょっとなんていうのかな、締まりは悪いんかもしれんけどこううわーマジかっていう感じになんねんな俺の中ではね。そういうだから切ないなって、あそうなんや、なんか届かへんかったんかっていうその気持ちがバットというかね、なんていうかその気もなんかそのあそうなんやっていう感情が好きやね。いいやろ、バタフライエフェクトとか好きでしょ。バタフライエフェクトって考え方のこと、映画のこと。バタフライエフェクトという考え方は俺は好きよ。考え方というかまあ風が吹けば桶屋が儲かるの考え方やよね。まあそれは確かに、でも多分映画なんかな、映画のことなんかな、ミストとかな、確かにミスト、うん、ミストってでもなんかドラマもあるっけあれ、なんかミストドラマあったかな、あの映画のミストは俺も知ってんね、なんか最後の最後全員殺しちゃうって言うんだよな、助かるのに殺しちゃうみたいな、あれミストじゃなかったっけ、あれやったと思うんだけど、 ああいうのもまあまああれはまあ確かにあんまちょっと鬱すぎるというか何も救われへんなって感じだけど、でもああいう感じが好き、確かにそういうのは好き、うん、ハッピーエンドはな、だからどこをもってしてハッピーと取るかってことよな結局は。その人がなんか非現実的でも成功を収めたみたいな、億万長者になりました、例えばバスケットボールプレイヤーが世界一のバスケットボールプレイヤーになりましたとか、それはもうハッピーエンドやけど、例えば世界一のバスケットボールプレイヤーにはなれなかった、足を怪我してしまって、例えばその下半身麻痺になって車椅子になってしまった、でもその車椅子になったけど車椅子で頑張って車椅子のオリンピック選手には選ばれた、これはどう取るかやな、だからハッピーエンドと取るか、その1回の挫折を経験して這い上がってなりたかった夢とはまた違うけど、それなりに自分が求めているところに行き着くことができたという、俺は一本頑張って苦難もあったけど世界一のプロバスケットボールプレイヤーになりましたよりも後者の方が好きやったですよね。なんか挫折した、嫌なことがあった、後悔してるとこもあるけど今俺なりに精一杯 100% でやってますっていう感じが俺は好きやったですよね。うん、ビターエンドっていうかな、成り上がりは好きやね、成り上がりとか叩き上げみたいな、そういうのは好き好き、燃えてくるやんか、やっぱタックルクレーマーおばあさん対応したから、何タックルクレーマーってタックルしてくるのか、あスラダンもそうやな、言ったらなダイハードってアクションか、アクションはもう完全にジャッキーしか、ジャッキーは大好きやな、やっぱジャッキーのあの感じはもういつでも見れるよね、水拳を特に、でも水拳もそうやねんで、あのジャンプっぽいね、水拳大体一回絶対ジャッキー負けんねん、ジャッキーの映画って、で一回ジャッキー負けて、で訓練してジャッキー帰っていって勝つねん最後、でその時にはジャッキーの師匠も負けんねん、だからその結局ジャッキーが一番強いで最後は終わんねんけど、一回負けるっていう、でそこから努力して頑張るみたいな、そこのやっぱ部分があるから好きやな。ワンピースもだから、ワンピースは好きよ、ワンピース自体は好きやったよ、今はもう見てないけど
長すぎるから。でも好きよ、あのなんかあのストーリーがあるから、そこに一人一人のストーリーがあるから好き。なんか変に、でもそんなあんまりそういうのがない、映画もないか、逆に言うとそこまでストーリーがあんまりない映画っていうのはないか。スパイダーマンとかになってくるとな、ちょっと俺はどうなんかなとか思うけどな。スパイダーマンにストーリーもクソもないやんか。もうその挫折もクソもないやん、あんな超人的な能力を手に入れた。まあ負けはするけど、その頑張って努力してどうこうじゃないやろ。スパイダー武闘術とかがあるわけじゃないから、それはちょっとあんまりそういうのはないかな。バットマンとかも、でもバットマンはライジングが好きやったな。それぐらいかな。そういうのと、あとヤクザ映画なが好きやな俺は。アウトレイジとか牛島くんとか、ああいう V シネマも好きやし。あ、好みが好きなんや、一緒なんや。あ、カンガンとかも、うん、いいよね。なんか、うん、カンガン、うん、もうあれ買えへんらしいで今、デボーションやろ、ゲーム。あれ買えへんらしいで今、まだ。で、でも、うん、なんか、切ないだーって、かわいそうや、なんもしてあげられへんかったなーっていう、こんな情けないことにはなったらあかんなーっていう考えの方が、まだグッとくると思う。なんかその、変に、例えば、ビサゲやったら、なんかよう分からんけど、ビサゲの物語はまあ単純に多分おばちゃんがボケて殺したみたいな感じの死に方よりは、なんかそういう背景で何かがある、宗教にやられたみたいな、そういうのであって、でも葛藤があってみたいな、そういうのがあった方がまだいいわな。メイシンちゃん、そうそう、いやいやヤンキーじゃないよ、官僚。うん、あいや何って聞かれた、官僚やで、あいやいやエリート官僚。もう10時半やん、みんな。うせやん。え、誰か早巻きしたこれ、時間。早巻きしたんじゃん。10時半やで、もう。信じられへん。うわ、完全に人生狂った、俺、今。マジで言うてんの？うわー。俺、10時半からマリオメーカーすんの？無理やって、無理があるって。どうしよう。そやな、19時過ぎに始めたな。19時半までに始めてるから3時間。うわー、嘘や、絶対誰か絶対早巻きしてるわ、信じられへん。マリオメーカー対戦、マリオメーカー変更デトネーション。いや、どんなゲームか俺は分からへんねん。変更っていうゲーム、あの時によう言われたけど、同じ会社が作ってんねんな、確かな。マジか。いや、でも今日休んだもん、明日休めへんわな。動画はまあ頑張るか。何時にクリアできるか分からへんもんな。ちなみにちょっと言うと、その次やる鬼畜ゲームは、皆さんご存知、アンダーテールっていう、おそらくよ、まだ分からへんけど、アンダーテールっていうゲームの、BGM が絡んでいると言われる鬼畜コースで、前回のコースよりもおそらくクリア人数は少ないですね。何十、20人、20万人、30万人分の、20人ぐらいのクリア率ですね。だから 0.00 とかの類ですね。0.01 でもなくて。0.00 か 0.01 ぐらいの、ほんまにもう日本人がそこにいんのかっていうぐらいの感じのやつですね。で、それをどう、いや、やったことがないから、ちょっと見たんよ、もちろん。もちろんちょっと見たけど、なんか噂によると、アンダーテールの、G ルートよりもよほど難しいと。その G ルートというか、G ルートの最後、サンズじゃないですか。サンズ戦じゃないですか。そのサンズ戦よりもよっぽど難しいねっていう言われているやつなんですね。それを、そう、休み。それ、そうそう、アンダーテールやったことあって、アンダイン戦かなんかの BGM じゃないかなと思ってんだけど、分からへんで、まだちょっとほんまにちょっとかじっただけで、そのあたりの鬼畜をちょっと潰していこうかな。で、最終的にゆくゆくは世界で一番難しい、なんかな、オンオフスイッチの間に入って、バグらしてマリオを飛ばすっていう、それをして、やっていくコースがあるんですよ。その、世界のとても難しいコースで、各コースクリア率が一番低い順っていうのがあるんですけど、一応の中で人気のやつが上位に来るんです。その1位のやつがもうえぐいね、マジで。
そのえぐいやつから比べればサンズのそのアンダーテールのやつはおそらく10位ぐらい、10番目ぐらいに難しいやつ、その10番目ぐらいに難しいやつちょっとやって、そっから10位、3位、2位、1位とかって攻めたろうかなって思ってるけどね。いや24時間で終わるかどうかわからんな、こればっかりはやってみないと。調べるってマリオメーカーで書いて、あの出んのよ、その並び順が。20時間とかなんのかな。いやでも変にいつものワイワイクオリティの動画を2本上げるのもありなんですけど、マリオメーカーしかも夏休み入りました、このタイミングに関して言えば1本に凝縮した方がいいんじゃないかなとかも思ったからね、せっかくなら。でちょっと普通にトーク主体でやるんやったらホラーゲームの方でトーク主体でいいんじゃないかという。でも頑張る姿勢というものが2つあればやっぱご飯はその方が進むんじゃないかという、それちょっとね。フィルもね、ほんまはまあ、フィルは楽やねんけど、フィルなんかあんな1時間取ったらもう出来上がるからなほんまに何してるわけでもないもん、何もしない、逆に何もしない、迷惑しかかけてないもん。フィルはマリオは視聴率いいよね、確かに。まあでもそれは鬼畜ゲームやからやと思う、マリオやからっていうかな、どっちかっていうと。やっぱ難しくないゲームをやってもさ、どっちかって言ったらちょっとタイトル詐欺チックなとこあるから、私のマリオメーカーに関してはほんまに鬼畜かって言われた時にやっぱ疑念が絶えなかったから、 15% のクリア率なんかもう見るに大変や、逆に言うと 15% のクリア率のやつを鬼畜って言い出したらもう見るに大変でしょ。だからやったらもうほんまに鬼畜のやつ 0.00 か 0.01、 しかも何十万人ってやっててみたいな、それをちょっとねやってこそ初めて感動するものがあるのではないかというね。それちょっと待って やりますわ今日生放送終わってから。1の1のやつ20万回再生、ああでも、うん、再生数はそんなに別に、まあ嬉しいのは嬉しいよね、増えりゃそれは嬉しいのは嬉しいけれども、制作者としてはでもそんな別にそこまでなんかやりがいがあるものを作れたかどうかですからね。そんなん言い出したらもうフィル・ジョーンズなんかもうフィル・ジョーンズなんかまあもう価値ないですからね、動画としての価値は。私が好きであれですから、私が楽しんでめるのがあれですから。 YouTuber さんって頑張りやす、あまあそうかな、そういう頑張らへん人もいるんかもしれんけど、やっぱ結局はものづくりしてる人やから何かしら思うものはありながら作ってると思うよ、みんなどんなバカなことしてても。しゃタバコ吸い、うん、もうちょっとで吸い終わる。せやな、井口さんもな、まさかな、一回自分が言ってたさやつ、言ってたっていうかさ、そのあれ間違えた、俺これ今あ間違えてる、自分が一回ツイートした後に上がってきた1の1がな、あんなにそれより難しいやつだとは思いもしなかったと思うけどね。あこれはツイートしとかいた方がいいんかなっていう、気を使わせたかなとさえも思ったもん俺。よっしゃ、最近何の服買ってる？最近はね、何の服やろ、どこって言われたら分からんけど、売ってる店としてはエディション、ロンハーマン、他何買ったかな、なんか買ったけどな、忘れたな、忘れた。でもそのあたりやな、インポート店やな。26万ぐらいのニットは着ないっていうか着れないね、今時期的に。え、でももう動画にはしてるよ、26万のニットは。26万やったかどうか忘れたけど、26万か28万か25万かそのあたりのやつはね、あの NBA のニット、あれがカシミヤで、それあれやねんな、ザラはおしゃれよね、確かにザラはおしゃれ、おしゃれっていうか、まあなんて言ったらいいんやろな、あのデザインがいいよね、流行り去りというよりデザインがいいよね。70年後も動画上げてほしいから。ああ、100歳ってこと。まあまあそんな体が別にね、皆さんが思ってるほど私は無理してないですから、何も無理してる感じに思われるのもね、あんまよろしくないでしょうし、笑えないでしょ。だから別にほんまに何もほんま思ってるより無理はしてないからね。あとあのそのコメントで最初も触れたけど、広告がどうのこうの言う人もいますけど、広告も別に、いや別にその生きるのに苦しかった言うから、みんなもう申し訳ないけど、もうほんまにもう税金も払えへんわって言うから俺、
だからその時はまあ助けてくださいよ、じゃあ別に生活に困った時に言うから、別に困って今別に生活困ってないから言わないね。それ以上もらってて、僕にでもお金が欲しいっていうよりはっていうところがあるから、やっぱ私の場合は26時間放送はないけど、次の長時間放送、あ、そうやな、次が19やっけ18やっけ19か、次19時間かな、これ難しいな。8月やったら3日ってこと、8月やったら3日になるのか、ちょっと待って、もう一巡いくわ、この BGM。 8月やったら3日か、いや俺3日っていうか4日が法事やねんな、ってことを考えると、2日に始めて3日に被るよりは次の週の方がいいんかな、10日に始めて11日に被る方がいいんかな、10日に始めて11日に被る方がいいよな、まだましよな。でも夏休み、いやでもな、普通の人は夏休みないからな、だから10日ってことにしようか、8月の10日10、11ってことにしようかな。3、4がそう法事なんですよ。あ、法事っていうか、まあ、兄貴が死んだんですけど、2、3年前にね。それがちょうどその時やったんで、だから、10、11かな?が土日よな。うん。そのあたりかな。あ、4日誕生日なんか。いいな。4日誕生日って、夏休み誕生日迎えんでいいな、好きなことできるもんな、まあ休みやったらな、集まってくれるしな。あ、でもそうか、24時間テレビとかもあんのか。あ、そっかそっか、そういうのもそうか、かぶってくんのか。1011のテレビ欄とか俺知らんしな、出てるかもうテレビジョンでも。そうやな、それも見よっか。じゃあ一応8月中にはするってことで、じゃあ8月中の10、17、24、31、どれかにしようか。10、17、24、31、どれ、とにかくその4週間どれかの土日で19かなんか時間放送。19時間で何クリアできるやろ。マザー3クリアできるかな。いや、むずいか。マザー3か、僕の夏休みは多分無理やから、僕の夏休みはそんな感じでしなくてもいいし、土日だけ生放送にするっていうのもどう。もう8月は土日生放送って決め打ちする。それだから去年はずっと生放送ばっかりしてたじゃないですか、8月。今年もなんかハンディキャップを背負うとして、生放送の8月はもう土日に関しては全部もう生放送にしてもうって、長時間ので。さ、10時間とかかどうかは知らないですけど、まあもう夜の7時ぐらいから始めて、だいたい絶対に2時とか3時ぐらいまでなんかするみたいなやつをやるっていう。もう場合によっちゃ月曜日とか食うかもねみたいな、そのものによっては月曜日ちょっとも俺諦めつけへんから月曜日もやっていいかみたいな感じになるみたいな。やったら日曜日も若干午前入ってもまあ大丈夫やし、うん、そうしますか。じゃあそうしましょうか。8月はじゃあ3、4がちょっと無理くさいですけど、8月の土日に関しては、まあ、金土日ってことでしょうか。金土日あたりに生放送という、あ、それしようか。じゃあ帯で、は、土曜日に日曜日で完全に被るけど、でも有名どころが生放送絶対するけど、そう思うよ。やっぱ生放送がすごい人たちっていうのは絶対に土日は外せへんと思うから、それは被っちゃうけど、まあまあそれ意識しだしたらきりないもんね、ハンディキャップ。いや、動画制作系やから生放送上げてもね、まああんまり影響はないんですよ、どっちかっていうと。だからまあその時間を30分の動画にしといた方が実はみんな見てくれたり新しく見える人が増えたりはするんですよ。やけど生放送してる人は生放送ずっとやったらいいんだけどね、それがある意味一番の効率いい方法やから。逆に動画上げても伸びひんかもしれんけど、でもそこの部分でね、動画制作者やけど生放送をしてみるという、一回くくってみようかな。まあ別に見に来なあかんことはないよ。そういう意味では言ってないからね。そんな別に無理には見に来んでいいよ。見たいなと思った時に見ればいいのか。見になった方がいいんやから、 YouTube なんかそもそも。別に見るべきもんじゃないんやし。ね。
私生活の方が、子供がいるんやったら子供と遊んでる方が絶対いいし、その方が人生にとっていいでしょう。なんか仕事で勉強するんやったら勉強した方が絶対いいんですから、英学した方が勉強した方がいいし。だからほんまできるというか、ほんまに暇でどうしようもない時に、しかも自分が見たい人がいない場合やな、だけ見に来たらいいわと思うよ。雑談は多分でもどうやろな、せえへんかな、どうやろな、まあほぼ雑談やしな。じゃあゲームしましょうか。8月は生放送かということで、よろしくお願いします。まあもうする内容としてはほとんど決まってますけど、私の中で、まあもうもちろん僕の夏休み、これはもう絶対毎年恒例ですから、本年で4年目となりますかね、僕の夏休み4をプレイしたいなというふうに思いますし、これちょっとゲーム機違いますけど、でまずは3で、モンスターファーム2、これはまあ個人的にやりたいっていうだけです。モンスターファーム2、さらにさっき上がってました、東京オリンピック2020 7月24日、水曜日ですか、4月24日水曜日、東京オリンピック2020で一足早い金メダルを取る生放送これできればこれ分からないです、スイッチで出るらしいから、スイッチで出てもう金メダル先に取っちゃうと、全世界で一番早く金メダルを取った男という2020、まあ面白そうだったらやろうかなっていうことぐらいかな。あとはまあそれまではにマリオメーカーはやりますから。あ、誕生日な4月24日、いいじゃないですか。24もしやるとしたら7時ぐらいから始めると思う、8時ぐらいかな、やれて水曜日やから、うん、8時ぐらいかな、休みやったらもっと早くてもいいけど、ちょっとまだわからないですけどね、今のところ見てないんでね。ということで、本日は3時間ぐらいですか、生放送させていただいて、お付き合いいただいてありがとうございました。まあ、いつも雑談ばかりでね、タイトルが気になる方もダイレクトメール送ってくださってますけれども、まあそう簡単にわかるようなタイトルの名前ではないと思うんで、おそらく予想は当たらないと思いますが、次また生放送してね、雑談するときはこういうタイトルにしますし、おそらく次の放送は早くても24、東京オリンピックのやつかなんか、スイッチのやつ、さっきせっかく見つけましたんで、やりたいと思います。見に来ていただければなというふうに思います。それでは本日も最後まで生放送をご覧いただきまして誠にありがとうございました。これにて本日の放送もおしまい。ひげ剃らな。